と腰骨さん、ちゃんと栄養バランス今の食べて。作ってご飯。この前でも耐えかねてね、ネットスーパーしちゃった。さすがに冷凍食品いっぱい買った。あー違うんだよね、スーパーチャット。スーパーチャット、めっちゃやらしい間違いしちゃった金のもんじゃ足りない違う、スーパーマーケット。そう、スーパーに同じじゃん。こんなスーパーマーケットとスーパーチャットって似すぎでしょ。もうスーパーにね行くのがめんどくさくて、スーパーマーケットにさえ行けば何でもは作れないけど、卵料理くらいのは作れるんだよ。これがスーパーチャットだよそれはスーパーチャット。エルが言いたいのはスーパーマーケット。俺らが前エルの口からスーパーチャットなんて言わせてすまない足りなかったんだよね。そんな金の亡者に嫌すぎる。こう言われながらスーパーチャット買える。これが欲しかったんだろ。これのこと、これじゃないって言いたくないですよね。これじゃないけど、これじゃないって言いたくないですよね。エルフがそれを闇だと思ってないのがいいよねそう、エルフの生態を見せてるだけだから64番奥の部屋。え、俺のことですか。俺には〇〇っていう名前がいいから来なさいこの面白妄想の引き出しの多さ、どこで手に入れたんですか。おままごと、一人おままごとの末です。幼少期に友達とおままごとをすると必ずペット役とかジジ役をやらされていたので、それなら一人でおままごとをした方が楽しいと思い、一人でおままごとを始めました。私はお姉さん役がやりたかったの、私はキキ役がやりたかったの。そうしたらこうなりました。娘息子がいる皆さん、くれぐれもおままごとは一人でさせることのないように。こんな化け物が生まれてしまいますからね。あなたの大事な子供を化け物にしたくないんだったら、一人でおままごとをさせることはお勧めしません。そしたら虹さん、お祝いありがとう。アップルパイ提督さん、俺の作った飯を食ってくれていればそれでいいよ。ってか、え、マジ食ってるだけでいいの。いいのそれ、何もしなくていいの。なんかね、エルもさ、あのひも欲があることに気づいてきた。ひもってさ、何でもやってもらったりするってことでしょ。エルもなれるならそうなりたいんだって思ってるってことに気づいた。なんか昔はね、なんか頑張ってなんかお料理とかやってみろみたいな向上心があったんだけど、もう無理だって思ったから、じゃあもうおとなしくもうみたいな。みんななりたい、あ、そうか、みんななりたいって思ってるんだ。エレラ紐向いてそう。え、紐向いてそうでもその代わり、じゃあ何しよっかな。ご飯はマジで残さず食べるし子供でも向上心なくなっちゃった。もう料理、もう今作れるものだけでやっていけるや、ナッシュもあるしって思ってね。食べるし、あとはこのネットフリックス面白いから全シーズン見ようって言われたら見る、全然。とかどうでしょう。今ならこんな特典がついてきます。好きなだけ好きなゲームしていいよ。本当？それなんかおばあちゃん家みたい。おばあちゃん家行ったら家にいるお母さんみたいに口うるさくゲームは何時間までとか言わないしな。ずっとおばあちゃん家いたい。お皿洗いはできる。うん、する。やれって言われたら。はい、面接は以上です。ありがとうございます。結果は後日それだけ。うわ、もう絶対落ちたわ。もうキモ面接、もう最悪。もっとアピールできるとかあったのに。返事いいですとか言えばよかった。はい。あー、もう絶対無理だ。絶対落ちた。もうあれしたいもん。ルームツアー。ファンファンファン。今日は最近またグッズ整理をしたので、オタク部屋のルームツアーをやっていきたいと思います。これはね、あの声加工してんの。声加工してあのルームツアーやってんの。オタク女子はみんな声加工するからね、見バレ防止のために。最近ですね、結構あのグッズとかを譲っていただいたりして、あの推しのグッズが増えたので、いろいろ並べていきたいかなっていうふうに思います。
そうそう、加工してるんだよ、だいたい。いや、みんなしてるよ、加工。ほんまに7、6、7割は加工してるよ、声。みんな同じ声だから。これ見てみ、私、あれですから、オタ活 Vlog、 オタクルームツアー、梱包動画マスターなんで、大好きで、いろんな人の見てる。二次三次の出してる人も見てる。昨日はね、SMC3 周年グッズ開封動画見てたよ。地声強者何割ぐらい。え、でもさ、今さ、加工した人がさ、6、7割って言ったからさ、まあ、引き算だよね。3、4割だよ、地声そのままの人。まあ、地声出してる人はもう顔も出し、顔もっていうかなんか、顔下も出してる人が多いんですよ。顔は隠し、出してる人1割とか。で、顔下のバストアップだけ写してる人が1割。ですね、Vlog 界隈にね、そう、任せて、ね、登録者何十人からね、何万人の人までね、見てるから、本当に好きなんだね、なんでなんだろうね。でもなんかあんまりおすすめしてもなんか理解できない人には理解できないんだよな、ね、何が面白いのこれみたいな。串カツ田中デートボイスください。今日さ、この後夜何食べる。なんでもいいの。なんでもいいが一番困るんですけど。あ、そうだ、思い出した、エルサ、串カツ田中に行きたいんだよ。え、串カツ田中でいいの。うん、だってね、今串カツ田中に行くとさつまいもの期間限定のフライが食べれるんだよ。エル、それがめちゃくちゃ食べたくてさ。でもせっかくのデートなのにさ、イタリアンとかフレンチとかそういうとこ行かなくていいの。うん、エル、串カツ田中がいい。あー、串カツ田中で満足してくれんだ。前付き合ってた元カノとかはさ、毎回高い飯食わさないとわがまま言ってたけど、それに比べてエルはどんな場所に行っても無邪気に喜んでくれて、そういうところが可愛いんだよな。嬉しい、ありがとう。全然、なんかファミレスとかでもエル大丈夫なタイプ。もう今日も割り勘にしよう。あ、マジ？わ、いいよ全然、俺は払うって。いいって。あ、わかった、じゃあ今日は丸々くんが払って、次はエルが払う。え、何？次も一緒にいてくれんの？マジか。てかさ、さりげなく次の約束してんのか、それ。え、めっちゃ怖いじゃん。ありがとう、そういうつもりじゃなかったんだけど。恥ずかしい。よし、これでいきます。声質は彼女さん厳しくないって言いそう。実はさ、今付き合ってるさ、彼女がいるんだけどさ、マジで束縛厳しくて。そうなんだ。男女で飯に行くって普通じゃね？マジで。わかる。なんかさ、男女でご飯行っただけでさ、恋愛とかさ、付き合ってるとかさ、息苦しいよね。その人でしかさ、味わえないその時々の楽しさっていうものがあるじゃん。あ、マジそれ。あ、エルめっちゃよくわかってくれてんじゃん。わかるよ、だって。そっか。じゃあ今エルが一緒に俺らくんとご飯行ってるのも彼女さん的には嫌なのか。やば。彼女さん結構厳しいね。エルだったら嫌かも。だって自分がされたら嫌だもん、そうやって束縛とか。ムーンライト美味しいよね。デレン。デレッデレッデレン。ヨキハさん、おちエリルです。最近月曜日か火曜日にやってたエリルの雑談が今週なかったので、私の手足は痙攣を起こし、肌はただれ、目は焼き落ち、体中のあらゆる場所から液体が止まらず、危うくお嫁に行けない体になるところだったよ。でも今日雑談してくれたおかげで、体もなんとか元通りになったよ。作ってくれてありがとう、エリル。やはりエリルは女神。でも私をこんな体にしたのもエリルで。あれ？それあれじゃん。暴力振るってきた DV 彼氏が手当てしてくれるみたいなやつじゃん。前が、お前が、ごめんなさい。ねえ。めっちゃそこ傷ついてるじゃん、大丈夫？そっか、ここさっき俺が殴った傷だよね。ごめん、お前にこんなこと。大丈夫？大丈夫なわけ。ごめん、もうこんなこと絶対しないから。傷つけるのもあいつ、でもそれを慰めてくれるのもあいつしかいない。友達はもうやめなよって言うけど、だって私からあの人を取ったら私には何も残らなくなっちゃう。そんなの絶対無理でね。これからも元通りにしてあげるからね。偉いね。エレルの彼氏にする条件めっちゃ高そう。いや、その代わりなんか、その代わりでもないか。いや、我慢させちゃうからな、多分エル相手に。うん、ギブアンドテイクできなさそうなんだよな。なんかこれやめて、これやめて、これやめて、これやめてっていう割にエルからあげられるものがそんなにないから、あんま分かんない。でも無能な男がタイプなんですよね。ねえ、何ですか？私の推したちが無能だって言いたいんですか？ちょっと待って、今日時間ある？まだ。ねえ、
つも12時くらいに終わってスパチャムしてるよね。あと40分あるよね。ちょっと待って、無能って言いました？はあ久々に来ちまったよ来ちまったよ。あー抑えてたんだけどな。え、誰が無能だってとりあえず無能だ。あ、落ち着け俺、今は配信中。こんなところで気を荒れてるなんて仕方がない。乗るな、エベル。いや、違うんだってねえ、違うんだって。しょうがないじゃん、だって悪役なんだから。主人公がさ、いい風にしないといけないんだから、しょうがないじゃん。キャップ譲って無能だということを認めるんだったら、有能になったらさ、話が進まないでしょうもない。でも無能ではない、決して。だってめちゃくちゃすごいから、無沢様もジンもすごいんだよ。無沢様はかっこいいし、無沢様は難しい。ちょっと人力はね、結構ね言えることあるんだけど、無惨様はかっこいいし、声いいし、ね、判断が早い、もうね、自分が信じた道を信じて疑わない、たとえそれが間違っていようとも、その自信のあるところはみんなが欲しいって思って手にしようとしても簡単に得られるものではない。判断が早い判断が早い。鱗滝さんもにっこりしてる、無惨様の判断の早さには。こんにちは、ありがとう、こんにちは。エレルだけだよ、いつまでも子供のままな。なになに、説教食らってる今エレル。ないよ。ぽっぽっ。でもそんなことないよって言われて、なんか物的証拠はって言われた時にない。じゃあ何が大人なのって言われて、じゃあ大人って何って言い返しちゃう。あんただけよ、もういつまでもコナンプリキュアってばっかり言って、コナンとプリキュアが子供しか見ちゃいけないものだと思ってるの。お母さんは、お母さん逆にそれ時代遅れだよ。プリキュアも大人だって見るし、むしろ大人がコンテンツを支えてくれてるんだもん。グッズとか買ったり、映画館何回も通ったりしてくれて、オタクの女大人の人たちがコンテンツを支えてくれてるから、子供たちが楽しむことができるんだもん。なんでそんなこと言うの。じゃあコナンとプリキュアのさ、視聴者層がさ、家族だけになっちゃったらさ、もうこんなに何十年も続いてないかもしれないのに、どうするの。そんなこと言って大人のお宅いなくなっちゃったらひどいよ。毎回ミラクルライト有料のやつ売り切れてるんだから。今年は数年ぶりの復活ということで、ミラクルライト初日のもうお昼の段階で全部売り切れてたもん、池袋の映画館。ピンクと青どっちにしようかなって思いながらさ、映画館行ったのにどっちも売り切れてたんだもん。でも今度あるプリキュアの応援上映ではミラクルペンライトがもう全員に配布されるらしい。いいよね。本当は中学生以下に限定で配布されるはずなんだけど、応援上映の時だけは大人も含めてみんなに配布されるんだって。いいよね。でもその応援上映のチケットはね、もう物の 2,3 分で売り切れちゃったんだって。やっぱり大人のオタクが支えてくれてるじゃん。なんでそっちに行くかなって。無理か。無理か。本当に無理。それもう一回ちょっとビデオ判定させてもらっていい。あ、そう、その時点で無理なの。そうですか。一回チゴミルクちゃんでやってください。お願いします。嫌です。今イラッときたんで嫌です。いつもの機嫌がいい私だったら言ったんですけどね、嫌です。はい、あれじゃねえ、何でもかんでもね、やるって思わないでください。
何ですか、じゃあやらなかったら不親切なんですかねえ。何々やってくださいで、あ、ちょっとごめんなさい無理ですって言ったら何ですか、不親切ですか、優しくないですか、言いふらしますか、 X で言いふらしますか、 LL に〇〇でやってって頼んだけど拾ってもらえてやったと思った、イライラしてるので無理ですと言われましたって、私が毎日どんなプレッシャー一体だから配信してくあなたたち分からないでしょうね翔太から来ましたって、嬉しいですよ、嬉しいですけどね、でもね、私はそのために何を期待されてるんだろうって、翔太みたいな面白いこと期待されてるのかなって、今日はストーリーゲーだからあんまり喋らないように真剣にストーリーを理解しながら楽しもうって思ってたけど、翔太から来ましたって言われたらさ、ねえ、面白いことしなきゃって思うじゃん、でちょっとふざけたりするじゃん、そしたらストーリーをちゃんと楽しんでくださいなるでしょう、もうでも私はさ、チャンスされてる感じのに、誰かエルを救ってあげてください。エレル、このままじゃ壊れてしまうな、あの子もう彼女は精神の限界よ、誰かあの子を救ってあげてちょうだい、いいな、そう簡単に救えるとも思っていないけど、あの子を救うのはそう簡単なことではない、あの子の心にできた傷は非常に深い、並大抵の人間じゃ癒すことはできないでしょうね、でもあなたのその優しさなら可能性はあるかもしれない、試してみる、そう、あなたならそう言ってくれると思った、はい、プロローグ終了と、続きは明日にする、1日にて二次三次片思いボイスが発売中、ここまでだ今、ほんのちょっとした寸劇でいいので俺らエルエルの片思いボイスによる告白失敗ボイスください、エルエルに振られたい俺らもいると思います、あのもうマジで、あのこんなことエルエルに言っても絶対迷惑かけちゃうと思うんだけど、あの聞いてほしくて、エルエルマジで好きです、あの付き合ってください、マジで、エレル、俺と付き合ってください、え、ありがとう、え、なんかさ、勇気出して言ってくれたんですよね、あ、ありがとう、ありがとうございます、え、なんか、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、ね、いや、でもね、あの、すごいめっちゃ嬉しいの、あの、エルさ、自分に自信がないってさ、ずっと言ってたじゃん、自分に自信がないタイプだから、そうやってエルのこと褒めてくれたり好きって言ってくれるの、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、なんか、今は、その、誰かのために生きられないっていうか、やっぱ、配信してるから、付き合うってなったら、寂しい思いとかもさせちゃうと思うし、してないよって言われても、エルが申し訳ないっていう気持ちになっちゃうから、そういう気持ちを抱えたままね、今の活動をしたくないから、まあこれからもエル配信活動を頑張っていきたいし、エルにとっては今一番はこの活動だから、この活動がエルの一番である限りは、もう誰かとっていう選択肢はできないな、でも本当にありがとう、勇気出してこんな風に言ってくれて、え、でもこれからも応援してくれる？ありがとう。じゃあ、サムネの準備しなきゃいけないから、来るね。ありがとう。心死んでます。と、朝ギリギリまで寝てたいですさん。告白断りボイス聞いた後に、エレエルに4日間に会えないとか、避けられてるみたいで心が痛い。これからはまたいつも通りさ、エルと俺ら、VTuber、配信者とリスナーさんっていう関係に戻ろう。エルもこの前のことを忘れるから。皆さんごめんなさい。金曜日から4日間お休みにさせていただきます。しっかりお休み取ってくるので、また元気な姿を見せられるように、エル頑張るね。それじゃあまた4日後。エルエルなんかあったのかなぁ。水買わないと。ヤクルト1000がないならチルアウト飲みましょう。美味しいよ。調べてみる。チルい気持ちになれんの？チル、アウト。おお、なんかエルは飲み物よりまず、公式ホームページのおしゃれさにびっくりしたわ。おしゃれー。誰が作ってるんだろう。まあ、誰かが作ってるんやろな。すごい。こういうの作れないと会社で働けないんだ。無理だよ、こんなの作るって言われたら。チルする？チルアウト。あらゆる場でエナジーを必要とする昨今、
ただそれ以上に必要としているのはリラクゼーションではないのか。現代人に必要な安らぎたパフォーマンスをサポートするリラクゼーションサポートドリンクチルアウト。今コメントで見た感じでは一人しか見つけれなかったけど、チルアウトいいよっていう人他にもいんのかな。ちょうど今チルアウト飲んでる。うまいし健康に悪いものがないよ。味忘れたけど箱で買ってる。へえ。レッドブルーとかモンスター系だと思ってたね。なんかカンカンでそういう感じのパッケージだけど、休む時に使うんだって。リラックスするための。え、ちょっと買ってみるわ。夜の水族館でチルアウトを楽しもうって言ってなんかキャンペーンやってるって思って、最近水族館好きだし行きたいなって思ったから行こっかなって思ったら、開催期間7月29日から8月8日までだった。もうやってなかった。今までこういうことやってよってか。え、買ってみる。コンビニでいくらぐらいなんだろう。あ、アマゾンに行ってる。アマゾンだとレギュラー30本5232円。まあ200円もしないのか。170円ぐらい。意外に安かった。こういうのってだいたい300円とかなのかなって、300円くらいなのかなって思ったけど。チルアウト VTuber に提供してるのよ。マジちょっとツイートしよう。なんかチルアウトっていいらしいねみたいな。ツイートしようかな。ステーみたいになるかな。いいな、チルしたいな。エルモン V にかなり力入れてる。あ、ほんとそうなの。みんな詳しいね。いいよ、そういうのちょうだい。もっとそういう情報一緒にねやってこ。情報提供してチルアウトっての勧められたんだけど、どうなのかな。え、でもそれだったらさ、なんか良さそうだね。その一言だったらなんかどうなんだろうみたいな。見てないかな。1本買って美味しかったってツイートしますよ。本当に美味しかったらねツイートすればいいね。ここ以下コピペ。怖い子はみんな同じこと言い始める、まあ、語尾とかは変えていいよ全然。で、本当に語尾しか変わんないパターンね、みんな。エルさんのおかげでチルアウト知った。めっちゃ美味しいリラクゼーション飲料だった。リラクゼーション飲料やめて。公式サイト丸写しやめて。ちょっと夏休みの宿題じゃないんだから、ちゃんともうちょっと自分の言葉で表現してよ。あんまり美味しいって言ってる人見たから。こら、やっぱこういうの自分でね飲まないとね。飲んでみるわ。明日外出る予定あるから明日買ってみる。チルアウト決めると気持ちよく寝れるんだ。まあ文字通りそうなんだろうな。寝る前にチルアウトって書いてたし、さっき公式ホームページで。何も異常が出なかったら僕も飲んでみようか。いやー、マジでおはエルエル。プシッ。エルエル最近チルアウト飲んでるんだ。いいね、気になってるって言ってたもんね。そうなんだよマジで。いや、これいいねやっぱり。あー、くっそー、やられた。チャンピオン取れなかった。プシッ。あ、エルエル10分前にそれ飲んだばっかりじゃん。いやー、なんかね、もうイライラした時とかにさ、チルアウト飲むとマジで効くんだよね。いや、ごめんごめん、大丈夫、落ち着くから。くっしゃ、チャンピオン取れたー、乾杯。エルエル、さっきも。いや、やっぱこれおめでたい時にはもう飲まないと。みんなも飲もう。依存しちゃってる。ああ、用法用量を守って正しく飲まないといけなかったのに、3週間でダメになりそう。いや、もう、あとさ、エルがさ、紹介したからか知らないけどさ、ずっとさ、オンラインチルアウト売り切れでさ、マジでイライラする。買うなよ、もう。買えないじゃん、エルが。もうないんだって、家のチルアウトが。と、マジで。あ、コンビニに行けって、コンビニに行く気力があったな。なんだよ、配信に来てまで説教がよ、マジで。せえな。いる、いるってね。なるから、ちゃんと、一日一本って決めないとね、飲むな。おお、素晴らしい。また死んじゃったね。ごめん、守れなくて。僕は一体どうしたら。守る守らないの世界観だったっけな。また守れなかった。ごめんね、キッズ。僕が弱すぎた。もっと強くならないと。赤ペン先生、どうしたら僕もっと強くなれるかな。これを飲みなさい、コラショ。でも、これは飲んじゃいけないってベネッセが言ってたけど。ベネッセの言うことなんて信じちゃダメ。キッズを助けたいんでしょ。うん、わかった。僕キッズを助けたいからこの薬飲んでみる。そしてコラショのランドセルは黒くなったんだよね。
君、コラショだよね。うん、そうだよ。僕コラショ、キッズのこと迎えに来たんだ。でも、なんでそんな色になっちゃったの？色なんて気にしないでよ。初めて出会った時もそうだったじゃん。赤いランドセルは女の子がからう風潮だったところを、キッズは僕を選んでくれたんだよ。だから僕が黒になっても、僕のこと好きでいてくれるよね。お前はコラショじゃないよ。え？なんで？なんでなの、キッズ！大体ラブソング。ダダダダー、痛いら、文字一足らず。ダダダダー、痛い。そう、足らんかった。ラララブソングに書きようとしたけど。エルちゃん、人間食べた。え、すごいね。その一言から、うん、どういうことだってさ、エルの脳内をさ、ビビビビビビビって駆け巡ってさ、え、何、恋愛ソングばっかり聴いてるんだよねっていう話題から、エルエル、人間食べたって、なんでそういう流れになるんだって、ビビビって脳内を駆け巡ってさ、あ、なるほど、エルが、なんか恋愛の歌ばっかり聴くなんて珍しい、イコール恋愛をしてるのかもしれない、イコール、エルが恋愛を知るわけがない、イコール、つまり人間を食って、その恋愛という感情を手に入れたんだって、いうあれになんだよね、そのコメントって。その感情どっから仕入れてきたんだよ。お前食ったのか、人間を、ってことだよね。何か問題でも？だってみんな恋愛相談って好きなんでしょ。恋バナだかなんだか知らないけど、そういう話をすれば人間がこぞって寄ってくると聞いたわ。だから食ったのよ、人間を。頭から足の先までね、骨まで残さず食ったわってね。思ったけど、日本の J-POP でしかもアイドルたちが歌う曲って恋愛ソングが多いよね、イコールエルは人間を食ってないっていう流れになったから大丈夫だよ。よかったね。キャラ！あ、ご、みな、止まれ、ご、止まれ、エルちゃん下手くそ、ご、下手くそみたいじゃん。ごめんね、んごちゃん。うん、ももごめんね。エルさんのこと悪く言って、ごも悪かった。ごもっとエルさんと仲良くなりたかった。エルさん、ごっことちゃんと、ごのことちゃんとセールして。痛い。ちゃんとセールして。ごめん、ごちゃん、ちょっとおばあだからさ、プレイが。森に住んでるんでしょ。痛い。やだ。ねえ、エルさん真剣にやってる？俺のこと嫌い？違うよ、ごちゃん、わざとだよ。痛い。真剣にやらないとエルさんのこと嫌いになっちゃう。ごめん、ごちゃん。やだ、まだ。ミリシラエーペックスくらいしかちゃんとコラボできてないから。生徒に嫌われてそうな先生。え、授業始まった後に昼寝の時間とかしてくれる先生が人気あるんだよね。あー、眠いか。じゃあもう5分だけ休憩タイムって決めて、もう5分経ったらもうくしゃぎっと切り替えて、もう授業集中しよう。オッケー。もうその代わり、もう喋りとかはなし、絶対。いいな、よし、オッケー。いやー、マジで神、やばい。そんな先生いなかった。嘘。いた。喋ってブチ切れられるパターンある。おい、いな、起きろ。ごめんな、まだ5分経ってないんだけど。ごめん。起きろ、お前、まだし。あ、起きろ。な、先生なんて言った？5分間休憩しよって言ったよな。でも、みんながそうやって次の授業の切り替えのために一回休憩しようって。喋らずに静かに休憩しよう、昼寝しようってね、しとったのに喋りよってやつが俺ってね。な、切り替えよ。前たちがそうやってこうしようって言って守れんのやったら、もう休憩の時間とかみんなにあげれません。喋りたいな、わかるな、5限目やし。
な。昼休みの余韻がまだ残ってる人もおる。そこで気分切り替えるのが、あのこの前の学年集会でも話した3年生のゼロ学期なんじゃないんか。あのもう数ヶ月でこのね長い説教長いからもうね、そう、もう一人の過ちでもすっごい長くなっちゃうから、そう、止めれないよ、もう。あと数ヶ月でみんなはこの学校の最上級生になります。たかが喋っただけ思うかもしれんけど、そのたかが積み重なって和を乱すんやって分かってくれ。あ、よし、はい、あ、もう休憩時間終わり、始めます。こんな気持ちで授業したくないよ。みんなで静かに休憩して元気にやっていこう、切り替えてやろうって言った中で、もう先生もう疲れてます。大きな声出させないでください。はい、以上。はい、教科書は32ページ。かーし、長っ。だる、なく。ふぅ、わからないぜ。サイバーダーククロー効果発動。このカードを墓地に送ることにより、敵からサイバーダークワールドを手札に加えるぜ。サイバーダークワールドの効果発動。このカードの効果により、敵からサイバーダークキメラを手札に加える。いや、待て。俺今、何フェイ、いけるぞ。何、いけ、サイバーダークキメラはサイバーダークワールドの効果により召喚することができる。そしてサイバーダークキメラの効果発動、手札の魔法トラップカードを墓地に送ることにより敵からパワーボンドを手札に加える。そしてこのターン俺は上手になったしまった。このターン俺はキメラテックフォートレスドラゴンを召喚しているからパワーボンドを使うことができない。いや違う、素材がないんだ。サイバードラゴンがいないんだ。ああ、バカだ、俺の完璧なタクティクスが破られたなと。なにやるな。うん、待って、エレルなんか可愛くなってるっていうコメントが撤回されたんだけど、なんで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 ？いいよ、撤回しなくて。見えてたよ。ありがとう。今、言ってくれてたよね。エルエルなんか可愛くなったって。ありがとう。全然間違ってないよ。自信持って。そういうとこや。びっくりつけ忘れたから消しちゃった。あ、そういうことか。もう、いいのに、そんなの気にしなくて。ありがとう。よかった。何か間違えたのかと思った。全然そんなの間違いじゃないじゃん。ありがとう。息苦しくなる。L のコメント欄に間違いは許されない。だからもう一回コメントしたら撤回しても詰められる。え、なんで今撤回したの？やべ、LL 全然可愛くなかった。ひどい。フォロー上手すぎる。え、なになに、フォロー上手すぎるってびっくりマークつけるの忘れてたっていうのが嘘だってこと。やべ、間違えた。どう言い訳しよう。そうだ、ごめん LL、びっくりマークつけるの忘れてた。え、やだ、撤回見えれなかった。今ニコニコしてて、なんて言われてたんだろう。不安になって夜眠れないな。ニコニコして見逃す。だってニコニコしたらさ、目なくなるじゃん。目なくなる。見えない。いつも配信で気を使わせてくれてありがとうございます。あれ、なんかデジャブ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうって思ってるなら気使わせてていいか。ルチョさん、メンバーようこそ。ありがとう、よろしくね。なんかマジで全然関係ないんだけどさ、あのこの前撮ったさ、ボイスの台本でさ、あ、見て見て、かわいいカエルがいるって言っててさ、なんか俺らもやらないかなって思ってね。でもそこの動物を飼えるとね、結構その先の物語の展開がめんどくさくなるからさ、結局飼えなかったんだけどさ。しかもさ、ちょっとガチ恋寄りのボイスなのにさ、俺はエルエルとデートしてるのにみたいな思わないかなって思って。俺といる時も仕事のことばっかり。え、なんかいいな、俺といる時も仕事ばっかりボイスしたいな。お待たせ、ごめんね。歌ってみたイラストの完成稿をチェックしてたら遅くなっちゃった、ごめんね。あ、ちょっと待って、歌ってみたのミックスの確認しなきゃ。俺がいるのに仕事ばっかりしてる L ボイス、いい、やりたいって思った。なんでこの話になったの。カエル化するからだ。アップルパイ提督さん、延長保育代ありがとうございます。ありがとう。よし、じゃあみんなお迎えが来たわよ。よし、今日の配信は終わり。
ということで、今日も見に来てくれてありがとうございました。やだおしまい。もう迎えが来たよ、みんな。ほらねえ、じゃあまた次の配信で会いましょう。先生さようなら。みなさんさようなら。はい、ありがとうございました。ほらもう1時だよ、1時だお。先生も眠くなってきちゃった。もう先生ちゃんとこの時間に眠れる子がいいな。また会うのは、この時間にちゃんと寝られる子いるかな。ちゃんと寝れる子がいいな。寝れる子が好きだな先生ね。みんなで一緒に寝ようね。先生はいいの、しょうがないでしょ。みんなはね、もう寝るのよ。おやすみなさい。おつえるえる。バイバイ。おやすみ。2文字で感想伝えて、ビミ。なんか、味変わりました。三角チョコパイ。子さんずら。なんか中のチョコが甘すぎなくなった。ちょっと苦味があるような。さらに美味しくなったらしいですよね、マクドナルドさん。いやー、エル、三角チョコパイ結構好きで、毎年結構食べてるんですけど、わかります。はい、ですよね、マクドナルドさん。まあ、エルがどのくらいマクドナルドのこと好きかっていうと、まあ、毎年福袋にちゃんと応募する程度にはね、好きなんですよ。で、ありがたいことに家の近くにマクドナルドがあるので、結構な頻度でね、食べますね。で、マクドナルドさんのサラダとかは、ちっちゃい頃とか学生の時はね、あんまり食べなかったんですけど、やっぱ今の年になってね、サラダをあんなに手軽に食べられる場所って本当に結構貴重で、コンビニとかにももちろん売ってるんですけど、やっぱりあのサイズ感、あの量が一番ね、なんか食べやすいんですよね。なんか残さず食べれるし、ドレッシングも苦手なものないし。だからまあね、揚げ物、ポテトフライとかナゲットとかハンバーガーとか、ジャンクフードみたいな感じで思われがちなんですけど、エルは結構ね、まあ、コーヒーだけとか紅茶だけとかサラダだけとかみたいな感じで、なんか食生活のなんかもう本当に一つ、ちょっとマクドナルドさん利用させてもらってる。結構、まあまあまあ結構マクドナルドさんのなんかいいところっていうのはなんか分かってるのかなっていうのを思いますけど、はい。あと、あつ森、動物の森のマチメロも、あのポテトが上がる音なんですよ、うち。タララッタララっていう。なので結構ライバーの中でマクドナルドが好きなライバーが結構自分は上の方なんじゃないかなっていう。なんかマクドナルドさん的になんか人間の方が起用しやすいとかだったら全然耳そぎますし、いけますんで、マクドナルドさんのためなら耳そぎます。なんかあれだな、グリム童話のシンデレラの姉みたいだな。ガラスの靴に足はめるために足のかかと切り落とす。だからって言って俺たちまでスナイパー持ったら急の戦闘が始まった時にやばいんだよ。いや、わかるわかる、マジで。はい、すいません、こちらスナイパーアーモになります。さっさとスナイパーアーモ出せよ。あ、うん、ごめん、お待たせ。これだよね。お前スナイパーも出すくらいしか脳がないんだからさ、そんくらい言われなくてもちゃんとやれよな。あ、ごめん。はい、これ。ありがとう。マジでエルがいないとさ、アモ出してくれる人いないからさ、マジで助かるわ。ありがとう。うん、どういたしまして。あって作るか。え、お前めっちゃポイント持ってるじゃん。あ、うん、そう。俺作ってる暇ないからさ、俺の分も作っといてよ。うん、わかった。いや、スナイパー撃ってるとさ、打ち返されるからさ、バッテリー結構必要なんだよね。うん、カット持ってくね。あ、これとか作ったよ。あ、マジ助かる、ありがとう。あ、うん、どういたしまして。ちょっと見てくるわ。うん、作っとくから大丈夫。スナイパーで忙しいもんね。てめえこの野郎。ねえ、あっち見て、あっち、あっちから取り手撃たれた。なんか変な視点入ったから、なんかもう誰か引かれるんじゃないかと不安になっちゃった。
出た。うわ、もう最悪や。もう絶対見つからんパターンは。もう最悪。もう絶対に俺見つけてくれないんだ。うわー、絶対俺が隠れた場所に誰も来てくれないんだ。分かった、やろう。ダメ、いや俺が鬼でいい。グッ、じゃんけん。くそ、こういう時な、こういう時わっかね。みんなグッ、初期出したからなんだよ。なんかめっちゃ速いスピードで最初はグーとか言ったらグーを出して、ゆっくりやったらパーを出す。最初はグーとか、なんか緩いノリでやったらみんなパーを出すってね、チャレンジに載ってたんだよ、放課後を楽しむコツみたいな本で。でちょっとマサヒルの言い方的にちょっと緩かったから、最初はグーの言い方が。だからここはみんなその緩さに気を取られてパーを出すと思うんだよね。だから俺ちょけます。うわー、俺が鬼か。しゃ、来た、やった、鬼だ。だからこれで俺だけ隠れて見つからずにみんな帰るパターンはなくなる。俺が帰ればいいんだ。エレルの PK の動画急に流れてきて久しぶりに見たけど、エレルって運動落ちたよね。そうですけど何が。別に悪くないでしょ、運動落ちたって。まあでも別に将来サッカーや野球選手などのプロを目指しているわけではないですし、私は今 YouTube で皆さんとコミュニケーションを取ることによって生活を成り立てていますので、別に今から運動を極めようなどということは思っていませんので、別に運動音痴だからといってバカにされるような筋合いは、まあ、ありませんので、まあ別に、まあ、バカにしたいんだったらいいですけどね。なんかもうそれくらいですか、マウントが取れないんだっていう風に僕は高めの見物をさせていただくわけなんですけど、世の中に運動音痴な人っていっぱいいると思うので、そういう人たちのなんか心の支えにでもなれたらいいかなっていう風に思います。好きじゃないんですよね、やっぱ体育大会とか体育祭、運動が苦手な人の自慢みたいになるの。じゃあ運動が苦手な人は何をすればいいんですかみたいな。運動が苦手な人はじゃあ文化祭で頑張ればいいんですかって思って、なんか文化祭をみんな楽しんでるじゃないですか。なんかそれがちょっと気になるけど、文化祭は文化祭で文化部のなんかだけのなんか自慢大会にさせてくれよって思うんですけど、文化祭はなんかみんな楽しんでて、ちょっと尺じゃないですけど楽しむべきなんですけど、ね、いいしでね、いや運動苦手だったな、今も苦手だけどね。いや頑張ったんだよ、頑張ったし頑張らせてくれた周りのエルフたちが、いろんな習い事させてくれてたし、なんとかエルからね運動音痴のレッテルが貼られないようにね協力してくれたんだけど無理でしたね。あー来世までは怖いピンポーン、はーい、いや来世、いや子供と孫に引き継がせるわ、来世じゃなくて。来世は探せないからね多分。姉さん誰？あなたのご先祖様がね、私に一生を捧げてくれるって言ったの。え？ご先祖？捧げるって何の話？だから受け取りに来ました。魔女だ！こいつは魔女だ！これになりたい。誰の代で終わるかな、この呪いは。でね、一言のコメントからここまで引っ張るか。残念だが俺が末代だ。子孫なんておらん。まんまと免れたようね。次のターゲットを探さないと。勝つ。そして彼女はハイヒールの音を鳴らしながら、また人間の世界へと赴くのであった。配信が事故で1時間止まってるんだが、エルさんの配信って癒されるんだね。え、悲しい。もうこちら側には来れないの？残念。仕方がない。置いていこう。クソだろ。置いてくのかよ。じゃあどうしろって言うんだよ。置いていくしかない。ここでみんな1時間前の世界に置いていかれたら本末転倒だろ。でも裏で泣いてるんだよね、エルこれ。ほら、俺ら行くぞ。でも、いいから。エルは悲しくないのかよ。俺らが置いてかれて。一人に構っていてもしょうがないだろ。俺たちは行くぞ。で、エルは裏で泣いてるの。クソ、また救えなかった。あ、待て。あ、電車かな。あ、電車が事故で1時間止まってる。違った、よかった。時間の流れに置いてかれてたわけじゃなかった。電車が事故で1時間止まってる。よくないが、よかったとか。よくはないです、すみません。今日でスイカ終わりなんですか。悲しいです。あー、もう季節が季節だからね。最近果物の値上がりも激しくて、買ってくれるお客さんが減っちまったんだよ。また八百屋が潰れてしまうのか。
悲しいな。いやいや、おばちゃん売れないも何も、そもそもエルおばちゃんの八百屋からスイカって全然取れなくて。お黙り。だって3時間に1回出るか出ないか。黙りな。こういうね、身勝手なガキのせいで店じまいをする羽目になったんだよ。どうしようもないね、本当に最近のガキは。あ、閉ざさないで、ぶどうの未来閉ざさないで、開けて。いる。ここまだアンチ入ってるんだ。じゃあ別に無理して行かなくていいのだ。無理して行かなくていいのだ。出た、最近のエルのトレンド、ハム太郎です。ワンシーズンのマスターを目指して頑張るのだ。お前たち僕の言うことを聞いていれば何も間違いはないんだから、逆らわずについてくるのだ。お前たち程度のランクが僕に物申したところで僕の足元にも及ばないのだ。余計な情報を仕入れて混乱させるくらいなら黙ってついてくる。で、最高ランクダイヤだけど言ってるハム太郎。なんで勝手に動いたの？順位が減るのを待つの？勝手に動かないのです。これだから切り干しか目に見えてないのら。衣装は、きらびやかにしてもらってるけど、もうマジで外出る時の服はもうバーみたいな。まあ全身黒なんですよね。まあなんで全身黒なのかって聞かれたら別に理由とかはないんですけど、自分に一番似合うからっていうのと、自分夜に主に活動してんで、もう闇に紛れやすいっていうのが、あんま目立ちたくないんで、なんか闇と一体化できる色が一番好きで、で黒ってマジで何にも染まらないじゃないですか。そういうところが好きなんですよね、やっぱり。昔は俺も白が好きだったんだけどな。いろんな色の女の子を見てきて、まず最初はピンクの女の子、その次は青、その次は赤、緑、黄色、いろんな色が混ざってね、結局黒になりました、はい、って感じです。まあだから俺は黒が好きかなって。昔は白が好きだったんだけどね、って感じっす。何の話だっけ。エレールはエレールだけが好きってパターンと、他の人いっぱい見たけどやっぱエレールが一番だったらどっちがいい？僕はエルエルしか知らないし、エルエルしかいない世界で生きていきたいがいいかな。だからね、そうした。え、そうしたってどういうこと？僕たちはエルエルしか知らない。他のことは何も知らない。もう改造した後なんだ、実は俺ら。まずい、この後予定があるんだった。ごめんエルエル、ちょっと抜けるわ。こいつエルエル以外のこと考えてる。裏切り者、裏切り者、俺らが覆いかぶさる。うわぁ、なんだこいつら。うわぁ。いやぁってね、なるわけ。よし、さーて、人間の魂でも代わりに行きますか。やっぱりエレルの配信から元気もらえる。あ、ほんと？半額チョコパーエレルの配信見て以来ハマったよ。マクドナルドさん、一人連れてきました。でかしたぞエル、これで今月のノルマは達成だ。はっ、そろそろ狩るか。おお、命を奪い合ってる音がするぜ。俺にもちょっと味見させてくれよ。キャー、女の子湧いてる。湧いてますこれ。マエレルありがとう、こんばんは。エレルとお別れボイス似てるんです。え、でも良さそう、なんか最後のボイス演技悪。だから俺らのことをエルが守って。おい、エル、なんで俺なんかのこと守ったんだよ。なんでかな。ごめんね、俺らのこと本当はあなたが思ってる以上にこれまで大事に思ってなかったよ。え、たくさんのうちの一人しか思ってなかった。でもね、最近になってやっと分かったの。俺らが一人でもかけたら俺らじゃなくなって、俺らが俺になっちゃうって。
俺らは、みんながいるから俺らなんだよね。もういい、喋るな。バカだよね。今になって気づくなんてさ。だから、見てこれ。俺らにプレゼント。今までエルがもらってばっかりで、俺らにプレゼントなんて一回もしたことなかったよね。今日の小芝居長いな。おい、うるさい。今いいところなんだよ。エレルが最後の言葉つぬが渡してるんで。エレルガチヒスったら無言になるぞ。ヒスってどういうことかな。だから怒ったらってこと。エル怒ったらね、論理型タイプだから相手がどうにかなるまで永遠に喋り続ける。いやね、最低彼女ボイス、エルから遠く離れた世界の台本だとも思えないんだよね。リスバしちゃうから、ちゃんと怒ってくれる人は優しいと思う。で、あの時コメントしてたのになんで泣いてんの今。だって、まさか、こんなになるまで追い詰められると思ってなくて。言ってたじゃん、雑談配信の時。怒ってくれる人は優しいと思うって。ねえ、優しいでしょ今。エルは優しいです。そうだよね。あんたが納得するまで話してやるっつってんの。ごめんなさい。まさか自分が詰められる立場になるのって思ってなくて。ってなるかもしれない。ごめんなさいって言ってるやないですか。許してあげて。俺ら同士でかばい合うんだ。なんか容易に光景が思い浮かぶな。そんなことされちゃったらもう逆らえない。ね、なんかスタンプ間違えてない、それ。応援してない、それ。エルのこといいんだ、それ。もう逆らえないとか言って。いいっぽいです。やった。スカクロさん、こんばんエル。普段アクスタは買わないのですが、チアエルの表情や衣装、ポージングが良すぎたので買いました。モニターのすぐそばに置いてあるので、エレレがいつでも何でも頑張エルエルしてくれてます。ピンポーン。あれ、こんな時間に誰だろう。ごめんねエレル、ちょっと行ってくるね。え、なにこの不穏エンド。なになに、なにこの不穏エンド。どういうこと。部屋が赤くなる。あ、エルが来るってことこれ。ピンポーン。ヤッホー、こんにちエルエル。あ、え、嘘でしょエルエル。こんな直接来てくれるなんて。いや、見てよエルエル。ほら、俺の部屋さ、なんかエレンのグッズいっぱい集めたから最近なんかすごい赤くなっちゃって。え、じゃあもっと赤くしようよ。え、いやでもちょっと最近ちょっと今月はちょっと厳しいから、もうアクスタを増やすのはまた来月。これか、これか。なるほどね、そういうことか。正解。なるほど、よかった。音がしたかった。コミュニケーションがある仕事。まあ極論コンビニとかでも良かったんですけど、でもコンビニってシフト入ろうとするとさ、もう1週間でこんだけシフト入らないといけないとかいう結構忙しいイメージだったから、なんかそれだったらいろんな種類でいろんなことやれるのがいいなって思って。ここでモノマネ見せたりはしなかった。仕事を何だと思ってるんだ君は。遊びじゃないんだぞ。全くふざけたことをしてね、受け入れてくれる人もいれば、仕事をバカにしてるって言ってね、怒る人だっているし、何よりね、先方が許さないよ、そんなの。何だと思ってるなら、君の仕事。まあ、僕はモノマネしてくれたら買うけどな。いやね、よくてもね、お時間お金をもらってるわけだから。こんなする暇があったらね、商品の良さを説明しなさい。それ上司のモノマネ。わあ、こんな上司は嫌だ。でも全然ありえる。正論パンチすぎて、つい。配信も遊びじゃないんだよ。明日からエルの配信の方向性が変わるかもしれない。配信を始めさせていただきます。本日はですね、お集まりいただき誠にありがとうございます。本日ですね、プレイさせていただきますゲームはこちら、原神となっております。ではまずはですね、軽く原神がどのようなゲームなのかというものをですね、資料を使って簡単にご説明させていただきます。はい、パワーポイントが出てきます。ここできっとね、ご存知の方が多いかと思うんですが、初めましての方にも分かるようにお話しさせていただきますみたいな。それはそれで人気です。あ、本当に人間はね、新しいもの好きだから最初だけ。企画としてはありだけど、コスパ悪悪。頑張ったのにって言いそう。こんなに頑張ったのに。なんでだー。まあいい。
おい、こいつはどういうことだ。なんでこいつは嫌な顔をしとるんじゃ。このパイナップルはなんで嫌がっとるんじゃ。こいつはあいつら諦めてない。ボックスを取りに来ようとしてんのか。うわー、キモい、マジでキモい。ねえ、コンルキ…何それ、口切る気屋の配信の挨拶？前、袖の白雪、どうも、ソウルソサイティ13万体副隊長、口切る気屋のコンルキ。今日、お前たちに残白刀について説明してやる。ブラハじゃない、イチゴ。エレルの声色の、声色の変わり方がすごい似てる。ではないんだね、声色が変わってるってだけで別に似てはないか。精一杯のオブラートだ。ありがとう。エレル嫉妬してくれないの。え、何、ナンパされたことに対して。分かった、ちょっと考えてみる。え、今日ナンパされた。へえ、ナンパって女の子からもやるんだ。いや、なんかやるっていうのは聞いたことあるけど、女の子から男の子ってなんかちょっと珍しい感じするよね。これボイスだな。いや別に、ただただなんか俺らの声出てきた。君の魅力を分かってるのはエルだけでいいのになって思って。君の魅力を分かってるのはエルだけでいいのになって思って。なんか動きながら言うてるんやろ。こんな感じか。演技臭いのでマイナス10 だって演技だもん。効果音重。ようこそオビンタの前、私椿光介の宿女妖精を担わせていただいています。これより椿光介にふさわしい宿女となっていただくため、オビンタの訓練をしていただきます。オビンタは家族の女性がお相手を許せない時にだけ許される由緒正しき競技でございます。言いたすぎてかぶせる。はい、わかりました。それではやってみましょう。なるほど、まずは構え。構え、これでいいんだぞ。その調子ですわ。くそ、これも愛の無知さわけだ。普段通り無を晒す。何も見ずに終わってしまったわ。私変なボタンを押してしまったかしら。私何か変なボタンを押してしまったようです。拳に力が入るあまり。いいえ、私は拳に力を加えてはいけない。この手のひらに力を入れてきて、元気大丈夫。わかりました、ちゃんと落ち着い落ち着いております。その調子ですわ。これすごい空振りできる。うぇーとか、あー、頑張ってしまいました。OB のやり方は覚えられましたね。もう一回、もう一回やらせてください。私今のが全力だと自分で認めたくありませんわ。もう一回だけやらせてください。私をフェイントをうまく使いこなすことができませんでした。こんなんじゃ立派な宿所とは言えません。トリエ様はお優しいから私のことを許してくださるでしょう。私は私の自分のことが許せません。マジか、これはパスタスナック。パスタスナック大好き。でもね、多分ね、これ揚げてるから結構カロリー高いと思う。これ 90g 入ってて1袋 500kcal って書いてる。別に気にしないけど、まあ1日で1袋食べきることはないからな。もしかしてそれ朝ごはん。あ、そうだけど、問題でもまんじゅうとパスタスナック朝ごはんだけど。まあでも配信終わったら食パン焼くかな。お前レリー、お久の配信助かるよ。今日は9万くらい買ったので3000点先祝いしとく。イヤホンなくて声聞けないからミュート応援してます。スイカ頑張れ。すごい、イヤホンなしで聞いてくれてんだ。じゃあちょっと切り抜きポイント、ミュートで聞いている視聴者に神対応をする VTuber やるわ。ショートコント、ミュートで
配信を見ている方に神対応をする VTuber L。 わ、優しい優しい優しいってね優しい、やばい、エルエルのこういうとこ好き涙出てきた、泣けてきた、ちょうどミュートしてたから助かる助かったんだ、あのスパチャありがとうでスパチャしてないニキネキも助かったの。さすがに人間食った子なんて応援できないよね。どうする、エルがさ俺らの家にさ来たら、トン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 、はーい、そしたらさ、口からさ、血が垂れてるエルがさ、いてさ、おい、どうしたんだよ、こんな雨の中、来るなら一言連絡しろよ。ごめん、食べちゃった。え？食べたって何を？人間、食べちゃった。え、いいね、作れそう作れそう。え、だから、その恋愛の感情を知らないエルが、俺くんかっこ俺らと仲良くなるにつれて、この感情は何？って思って、でもエルはエルフにそんな感情はもともと備わってないから、この感情が何なのか知りたくて、幸せそうなカップルを二人食ってしまったんだよね。でこの感情を知るんだよね。俺くんに対して思ってた思いはこの恋愛感情っていう気持ちだったんだって知って、嬉しいと思うと同時に、その恋愛をしていた幸せそうなカップル2人を食ってしまったという自分への罪悪感に苛まれて、何とも言えない気持ちで俺くんの目の前に現れるんだよね。私どうしたらいいのかなみたいな感じで、でもこんな人間食った化け物のことなんて俺らはもう仲良くできないよね。でここでね、俺らは選択を迫られるわけ。俺らの家には護身用のナイフがあります。それを使って俺の手でエルのエルフ生を終わらせるのか、友達に電話をするのか、警察に電話をするのか、いな、そんな化け物になってしまった、かっこ見た目は変わっていないエルを抱きしめて受け入れるのかっていうね。セーブしていい？ああ、いいですよいいです、セーブ、ここセーブポイントですよ。抱きしめてキスするかなんかあれだ、神のみぞ知る世界だ。エルを攻略しようとしてる、それか抱きしめてそのまま食われたい。いやー、食うか？別に飢えてるわけではないんだよ、エルは。その感情を知りたくて食ったんだよ、この幸せそうなカップルを。俺くんを食っちゃったらさ、せっかく知った感情の行きどころがなくなっちゃうから。なんかエルエルの配信はゲーム画面見なくても楽しめるとか言ってたけど、今エルが下を見てキャーとか言ったのさ、ゲーム画面見てなかったら怖いよね。なんもないのにキャーって言ってるわけだから、急にどうしたのかしら。ほとんど画面見てない、いいよそれで、全部説明してあげる。今ね、階段を登りました、はいはいはい、階段を登りました。今ね、タービンからね、ハモンド研究所に向かおうとしているところですかね。目の前に敵はいません。目の前には、味方のレイス、そして後ろには味方のパスファインダーがいます。シールドはね、エルが青シールドで、パスファインダーが青シールド、レイスが紫シールドです。ドア開けました、あ、閉じようかな、閉じました、はいはいはい、あ、目の前に敵がいます、目の前に敵がいます。25ダメージ、25ダメージ、25ダメージ、これ、いける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 、割った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 、グレグレ投げる、グレ投げる、グレ投げる、オッケーオッケーオッケー、いない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 、どうする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 、もういない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 、木でね、逃げられた、木で逃げられた、あれ坂も登った、坂も登った、でね、鉢合ってる鉢合ってる、敵ギョフれるかもギョフれるかも、ラウンド1だからね、あんまり焦らなくて大丈夫、ダメージとかリングダメージとか、一旦医療キット巻くよ。ドア閉じようかな、好き閉じてから行ってくださいってね。でもね、この前さ、そんなさ、あんまり自分にお金をかけたくない、まあ美容室とかサロンとかは別とする、あんま服とか買わないな、さグッズとかなんかエンバーとかにお金を使いたいタイプのエルがさ、この前久しぶりになんかね、ちゃんとした服を買ったんだよ。ちゃんと一着一ユキチみたいな、あのヘザーっていうブランドと、ジュエティっていうブランドがと、あとザラと、あとハレが好きでいるブランドで言うと、でヘザーにたまたま通りかかって、ヘザーってね、なんか、あーなんかこのジャケットいいなーとか、あーこのシャツいいなーって思ってプラーって見たら、店員さんがなんか、その
そのジャケットすっごくいいですよねとか言ってきて、なんかエルね、めちゃくちゃあのすっぴんで T シャツでズボンみたいな、なんかでメガネかけてるみたいな、本当になんかでアニメイトの青い袋持ってるみたいな、すっごいオタクの格好してさ、服屋さん行ってさ、なんか大抵その格好で行くと、あ、こいつは多分買わないなって思われて、あんま話しかけられないんだよね。逆にまあ楽でいいんだけど、それはそれですごい話しかけてくれて、お客様って普段こういうなんかの透け感のあるシャツとか着られるんですかって言われて、なんか最初なんかカタカナで言われて意味が分かんなくて、え、あ、あ、はいとか言って、あ、透け感があるっていう意味なんですけど、持ってなかったらお客様のそのクールな雰囲気にすごく似合うと思うんですよって、このジャケットも意外と軽くないですか、そうなんです、今年の新作でお客様だったら黒とかすごく似合うと思うんですけど、今回はズボンを探しなんですか、このズボンがですね、すごいセットアップになってて、こちらと合わせるとすごく可愛いんですよ、なんかね、すっごいなんか説明してくれて、なんか服が欲しくて買ったのは間違いないんだけど、その店員さんのなんか、よかったら試着されますか、あ、ぜひこちらの靴とインナーも合わせてお試しくださいみたいな、なんかそのなんか営業の必死さって言ったらあれだっけ、なんて言うんだろう、なんか新ミサに感動してなんか結局買ったズボンとジャケット、ありがとうございます、すっごく似合われると思うので、いっぱい着られてくださいねえ、なんかね、おどおど系だったんだよ、その日常で言うあのほら何先生だったっけ、皆さん天候取りますよ、汗汗汗汗みたいな、あの先生に似てて、雰囲気がすごい可愛いって思っちゃって、え、いいんですか、ありがとうございます、でもいる、人に優しくできないよ、いやいや、やらせるってのも興奮するよね、なるほど手叩くな、なるほどとか言って、だから全工程やりたくねえなーって言ってるエルに、いいから全工程しろって言って、なんかいやいや全工程してるみたいなのでもいいんだ、でそれ何のジャンルなんだ、はいはい、今日も一日頑張りましたね、全部棒読みってこと、えらいえらい、膝枕おも結局否定してるんだよこれ、足折れるかと思ったわ、まだやんなきゃダメいつまでやればいいんだろう、結局否定しちゃった、セリフ読むときだけ声高くする、なるほど、無理やり全工程指導が入ってます、これ読めばいいの、今日も頑張って偉い偉い、エルが膝枕してあげたら明日も頑張れるかな、ね、まだあるのって、これなら確かに全工程できるかも、第一関門突破です、クリア、第一関門クリアミトちゃんのターン長い、よかった同期で、ね、これがねクズハくんとかだったらちょっとねエル怒られてたかもしれない、いやもうすでにミトちゃんファンになんか怒られてるかもしれないけど、ちょっとやめてくださいみたいな、これがクズハです、先に進みましょうとか言ってたらちょっと怒られてたかも、すごい無事にたどり着くことができましたね、このように障害物を避けモンスターを倒しポイントを集めながら進んでいきましょう、ちなみにあのディスコードの全体チャットでアットエブリワンをつけずに言いました、今日虹集めするんで声真似しますみたいな、何かございましたらご遠慮なく個人チャットの方にまでお越しくださいそう、何かあのございましたら、はい、ご遠慮なくディスコードの方にメッセージをお願いいたします、ミキサンジライバーです、エルが唯一落ちたバイトの面接、唯一、いや記憶から消してるだけかもしれない、エル面接得意なんだけどな、その一瞬めっちゃいい子に見せるのよろしくお願いします本日はお忙しい中お時間をいただきありがとうございます、こちら履歴書になります。
よろしくお願いします。あー、今日は来てくれてありがとうございます。まあ基本的になるべく早めに入ってもらいたいんですけど、いつぐらいから来れそうですか？はい、もしこの度ご縁があり採用させていただくことになった暁には今すぐにでもシフトに入ることができます。ああ、もう他のバイトの掛け持ちとかはない感じですか？はい、現在バイト、アルバイトは他になく、こちら一本で頑張っていきたいと思っております。おー、それはいいね。交通手段とかってどんな感じ？はい、こちら自宅が近いため自転車を利用させていただこうと考えております。おー、いいね。自転車、駐輪場もちょうどあるし。生まれついての嘘つき。バイトの面接でこれは強い。そうよ、交通費なしで。で、週何回ですか？週1回程度の勤務とさせていただきたいと思っております。あれ、他にバイトしてないのに週に1回？はい、頑張って週2回ほど入ることができます。あー、週2か。そうですね、週3とかは難しそうな感じですか？はい。あ、難しい。はい、難しく存じます。で、なんで落ちたんかなみたいなね。うん、2時3時も 2.5 次元舞台してくれないから。どうなるんだ、 L 役がいるってこと？え、面白いんだけど。2時3時誕生の奇跡とか言ってやるんですよ。あーあ、リスさんたち、今日もおはよう。私はエルフのエル、ここエルフの森に住む可愛いエルフ美少女。自分で言うのって？はいはい。さ、リスさんたち、ご飯の時間よ。テレレテテテレレテテテレレテテテテチャラチャ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 みたいな感じ。にじみゅにじみゅ、やばい、いけるよねこれ。にじみゅやってほしい。うわー、エモ、絶対エモいじゃん。グルムウェールとかもストーリー性あるし、ストーリー性がある子たちやってよ。でも一期生的には一期生誕生の奇跡っていうやつでできそうだし、泣く自信ある。ここは2期生のところだからエレルのうちはしまって。ルールがあるんだ。わー、やってほしい。できそうではある。さあ皆さん、今日も配信開始です。ムーン歌い出すんだ、月の水戸役さんが。うわー、いいなー。って言ったら VTA とかできそうだけどな。バーチャルタレントアカデミーからその学んでって VTuber になるまでのそのスクール生活と配信生活が始まるまでの過程と配信活動を始めてみて、憧れてた世界と思ってたんと違ったってなって挫折して、でも仲間たちで支え合ってみたいな、一番やりやすそうだと思うけど VTA とか。さ、みんな席に着け、今から VTuber の授業を始めるぞ。おや、一人出席が足りていないようだけど。すみません、遅れました。おい、ユミセ遅いぞ。おい、ユミセまた遅刻かよ。なんか1期生の中で喋ったことあったり、ご飯行ったことある、四つハピちゃんだったから、四つハピちゃんが出てきたから、勝手に四つハピちゃん遅刻させ、妄想止まらん。まったく、海瀬ったらまた夢でも見てたんじゃないの？はっ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 は。夢なんか見てないよ。でももし夢を見てたとしても、ムヨチが食べてくれるでしょ。何言ってんのよ、私が食べるのは悪夢だけとか。いけるな、これやってください。全然これ案使っていいんで、著作権とか取らないからこのまま使って大丈夫です。いや、素晴らしい。もう このままだとハピちゃんの流れになっちゃうからな、これずっと。このままだとちょっと四つハピちゃんのお話になっちゃうからな。自分で考えよう、もう自分想像つかないんだよな。もうだって白雪姫だもん、エルの最初。リスさんたち、ご飯の時間よ。で、ある日突然2時3時のあなたも一緒に誰かに夢を届けませんかっていうサイトをたまたま見つけるんだよね。2時3時プロジェクト、人生を変えるきっかけか。ちょっとエル、井戸の水を汲むのも手伝ってちょうだい。ああ、わかった、今行く。ま、こんなの私には縁のない話か。あた、出てノートパソコン閉じる。一旦は諦めるんだよ。でも忘れられなくて、もう一回
あなたの人生を変えるプロジェクトか。ま、物は試しだし応募してみるか。それに人間の世界ってすっごく楽しそうだし、これがうまくいけば人間の世界に住めるってことだよね。憧れの東京行ってみたい。それにしてもオーディション音源って何を取ればいいんだろう。試しに取ってみるか。こっち。皆さんこんにちは。私の名前は、ああダメダメ、こっち。こんなんじゃ絶対受からないよ。いやいい、一生できる、これにじみを一生できる。やばい、お箱ネタになっちゃうかもこれいるの。前作主人公が次の主人公の四つハピちゃんを導く展開があるやつね。あ、だから私も憧れの VTuber になってこんなにたくさんのお友達ができて毎日楽しいです。皆さんも二次三次に入って新しい一歩を踏み出してみませんか、っていう CM が流れているところを次の主人公であるハピちゃんが見るんだよね。二次三次プロジェクトで、ここで幕を閉じる。で、第2部作に続くんだよね。はい。いやー、いい。マジでいい。いや、これ何でもできる、本当に。いや、一生できる、この話。エルさん、やっぱすごい。ドラマ CD もし。いやー、できるな、これ。ちょっと一生やってみて。じゃあ、先生が止めるまで、今のやつやってみようか。よーい。レッスン？制作費の足しに、ありがとうございます。あれ、背中押されてる感じ。エレラ、例えば異性の友達に部屋に呼ばれたらこれはやられると思う。そんなことはないだ。やられるって思う。来るぞ来るぞってこと。でもどうなんだ、別に部屋じゃなくてよくないって思うから、さすがになんかあれかな、行きはしないかも。友達みたいに仲良くない。あ、そんな友達、男女の友情成立するフレンズみたいな子今いないけどね。グループでとかではあるけど全然。だって旗から見たら多分悪いのこっち出すな。いや、そんなさーみたいな。どこの子が部屋誘ってきたらそういうことに決まってんだろう。なんで行ったんだよあるだろうか。別に行く理由がないから。いや、いいね。うち丸々あるんだけど来るっていう大喜利いけるな。カブトムシは個人的にすごい刺さった。大喜利じゃなくても普通に行きたくなるみたいな。とか、うちメリーゴーランドあるんだけど来るとか、これがあったら思わず異性も家でも行っちゃうだろシリーズみたいな。クレープ作る機会ある。え、楽しそう。たこ焼き器じゃいかんけどクレープはね行きたいね。黒いトイレあるけど、黒いと別にいい。ジンギスカン鍋ある。あ、ジンギスカン飯か。まあでも外でもいいかな。トゥルースリーパーのキングサイズあるけど、これ、ね、いやだ、もう寝るんじゃんそれ。流しそうめんできるけど、え、楽しそう。いいいいいいね。わたあめは迷う。あー、いいな。いや、わたあめ作る機会いいな。母さんあるけど、あるけどって言うな、母さん。言えないんだけど、怖。どこに連れてかれるの？どこの公園？うちに俺いるけど来る。はいはいって感じ。あー、なるほど、面白い。ホームベーカリーもめっちゃいいな。うちには何かあるわけじゃないけど、エルエルともっと一緒にいたいんだけど、もしよかったらば。あー、ボイスだな、ちょっと、ちょっとボイス台本かも。カラオケ行っちゃうな、それ。エル、ほなカラオケ行こうか。私んち前科あるけど、新規全館でか、面白いね。耳かき100種類あるけど、あ、耳かきするってことじゃん、俺たち。ちょっとドキドキしちゃう。ちょっと警戒するかも。ってことは、この後耳かきするってことは、いやーって言って耳を押さえながら帰るわ。あ、出た、あたしんちグラグラゲーム出た。それに価値があるのだけであって、それをやりたいとは別に思わんのよ。いや、ホームシアターいいね。めっちゃオシャレ。欲しいな。L が欲しいわ、ホームシアター。銀盾あるけど来る。え？活動者？匂いつく消しゴム、小学生か。小学生だったら超モテそう、でもそれ。うち匂いつく消しゴム100個持ってんだけどさ、とか言って。へぇ、やばい。1個あげるよ。超モテそう。これ一生できるね、この。うんうん、パチンコ行くからお金ちょうだい。また行くの？え、じゃあさ、エルも連れてってよ、そのパチンコってやつ。エルも行ってみたい。君が好きなの。エルも好きになってみたい。ダメなの？そっか、分かった。じゃあ、待ってるね。いらっしゃい。あ、どうな
なんだ、パチンコはパチンコの友達と行きたいんだ。そうだよね、教えるの大変だ。あ、うん、当たり前じゃん。エルずっと男女の友情は成立するタイプだって言ってるし、別に女の子と行ってきてもいい。いってらっしゃい。ご飯は？あ、だよね、この後食べるご飯が美味しいんだよね。その後すぐ食べるから美味しいんだ。分かった、じゃあ今日はエル一人で食べる。やめろやめろ、そんな男やめろ、そんな男やめとけって感じでね。俺ら聞いてって感じなの最近。でもね、帰ってきたらすごい優しいの。でもね、負けた時はね、まあでもしょうがないよ、負けた時はしょうがないよ。だってでもそのさ、負けた時のストレスをさ、エルが緩和してあげないと、あの人のストレス誰が緩和してあげるのって感じだから、エルがいなくちゃダメなんだって。エレル、その技どうしたの？あー、これはね、ボケた。メンタルに来る、もっとやって。そっか、自分がなんか言われるとかじゃなくて、なんか悲しいことになってるエルを見るのがメンタルに来るんだ。優しいね。こけてそんなところにあざはできないよ。でもなんかエルってさ、ドジだから変なこけ方しちゃった。僕とカップルチャンネルやりませんか？あー、楽しそう、カップルチャンネル。でも自分が悲しんでる時にカメラ向けられるのは嫌だな。いやもうカップルチャンネルの坂じゃない。でももう、さあエルもあれでしょ、最悪。500円玉落とした。500円玉落としちゃったの、エルちゃん。本当にごめん。5円玉とかだったらさ、まだ許せたかもしれないのに、500円ってめっちゃでかくない？マジで最悪。いいよ、500円またウーバーイーツとかお昼ご飯節約して500円一緒に貯めよう。うん、分かった。うん、確かに、まあ、カメラ回ってるのは見ればわかるからあれできるだろうけど、女の子だからやっぱ漏れてるかとか気にするもん。L やだわ、撮られたら。まあ、その方々はね、インフルエンサーの方だからそれもネタにしてみたいな感じなんでしょうけど、 L は嫌だからね、みんな泣いてる時にカメラ向けないで。トーク面白すぎて勉強はかどりません。じゃあ何ですか？あなたの勉強がはかどれないのはエルのトークのせいだって言いたいんですか？じゃあエル、今から黙るから勉強に集中しなさい。こうやって何でもかんでも誰かのせいにして生きていくんですか？これから先すごくあったかい素敵なコミュニティですね。また遊びに行きます。ありがとうございます。タイミング間違えて大丈夫かな。ありがとうございます。また遊びに来てください。あったけー。さあみんな、今日も温かいコミュニティを作りましょう。くそ、誰が温かいコミュニティなんて。こら、おみんなで温かいコミュニティを作りましょう。殺される。俺はそいつの目を見たときに確実にそんな予感がした。京都競馬場からこんにちは、エレル。急で申し訳ないけど1から18で好きな数字を教えて。9999999。ポンキッキーズでこんなキャラいたなって思ったけど P ちゃんだったわ。 P でした。アルファベット一文字分違う。カタツムリのページ飛ばしてた。ぐっすりしないと。え、今日さ、マジでね、めっちゃヤバい悪夢に込みたんだよね。もう本当に怖くて。今回もね、夢の中で夢だって気づかないタイプの夢だったんだよね。なんか1個目は代々木アニメーション学院の体験授業に行ったんだよね。アフレコとか好きだからさ、なんか演技のレッスン自体はあるんだけど無料だしとか言って。あ、でもこういう夜アニの体験授業とかってアニメとか VTuber 好きな人多そうだから、これで最後にしようって思って行ったの。そしたら先生がルーさんで、普通に授業を受けててプリントを出してください、みんな書いたって言われて、はーいって言われて出しに行ったら、なんか怪しい気配がして、うん？って思ったら、出しに行ってる時に自分の右隣に座ってたメガネかけた赤い服着た女の子がね、エルのカバンから財布を取ってたの。あ、はい、見ましたって思って、今財布取りましたよねって言って腕を取ったら、腕を取った隙にエルのクレカを抜き取られて、これエルさんですよね、皆さんこの人二次三次のエルさんですって言われて、
え、は、は、ちげえし、同姓同名だし、え、な、何のことですか。え、あの、やめてください、返してくださいみたいな感じで言ったら、私、〇〇のファンなんですけど、いいですよね、あなたはいつでもコラボができて、しかも最近慣れ慣れ少ないですかみたいな感じで、え、いや、最近全然喋ってないけどなって思いながら、でも、やばい、見バレしたって思って夢の中で過呼吸になってルーさんに職員室に連れて帰ってた。寝る前にね、ルーさんの動画見てたんだよね。いや、もう夢に直結するんだなって思って、なんか面談みたいにされてた。で、職員室からさ、窓の外眺めてたらさ、窓の外からもなんか自分を見ている大人がいるような気がしてさ、怖くなってみたいな。え、マジこれ現実終わったんだけどみたいな、どうしようみたいな。そこそこ取っ組み合いの喧嘩しちゃったし、女の子とやばい、こればらまかれるかなみたいな。あ、そうで、やばい、バレたってディスコードしたんだよ。エルはね、アスカじゃなくてアキラにディスコードしてた。なんか知んないけど、エルの場合はアスカじゃなかった、しきなぎくんにパラソーシャルしてた。でも電波が悪くて全然返信返ってこなくて、泣きそうになってるみたいな。ふむき、自爆、こんな言い方じゃなかった。トラッシュまだ擦ってたんだ。そう、いや、そうっていうか、なんかね、心の中からね、抜けない、コラッシュが出してほしい。この4日間コラッシュ一人でやってたって。やってないよ、さすがに変人すぎない、あー、やめて。うん、なんかあれだ、なんかコラッシュが誰かをいたぶることが多かったけど、これまでのコラッシュはそろそろコラ逆だな。コラ逆来る、そろそろ。やめて、おじぎそうからさないで、顕微鏡捨てないで、赤ペン先生に下ネタ書いて困らせないで、うんちとか書かないで、やめて、赤ペン先生が書いてコラッシュ下手くそとか言わないで、なんで。コラ逆助かる、エレンの配信ほんと元気出る。元気あげるね。ねえコラッシュ、その元気誰から奪ってきた元気。いいじゃん、だってその子が元気になるな。返してきなさい、その元気。いやだ、返してよ、僕が集めた元気だよ。歌をプレゼントしましょう。だから最初このエルの茶番も含ませてね。今日は君のために歌詞を持ってきました。嬉しい。なんだろう、キャンディーかな、クッキーかな。よいしょっと、ブルルーン、ギター？なになに？え、お菓子は？じゃん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 。今年で8回目のハロウィン。え、嘘でしょ？また証拠りもなく渋谷へ突入。君はコスプレがよく似合うから、似合うから、また若い構造に話しかけられる。そして僕がナンパしか君を救う、ただそれだけのストーリー。歌ってあげましょう。僕の手を取り君は微笑んだ。もういくつ寝ればクリスマスだけど、もういくつ寝れば正月だけど。接続語が多い歌詞は良くないな。だけどだけどって。エデルそれやられたらどう思う？え、もう好きになっちゃう。ボイス収録するかっていう気持ちで。なるほど。お母さんで全肯定してほしい。そんなのお母さんにしてもらえなよ。お母さん、お母さん、これ読んで。え、何？これ読めばいいの？偉い偉い。明日も頑張りましょうね。何甘えてんのあんた。これか、 ASMR だもんな。だってさ、でけえ声出せないよ ASMR のマイクって。こそこそ声でずっと話してるお母さん。あんた何してんの。こんなの聞いてる暇があったらね、明日の準備でもしておきなさい。お母さんは囁いてくれないんですか。あんた今日も一日頑張ったの。え、もう想像つかないよ、お母さんが囁いてるところ。ハードモードすぎない、お母ん囁きボイス。さんが囁けばいいだろ。それってもしかして誘導されてる？おかんで無理ならじゃあエルエルが囁けばいいじゃん。あ、そっか、エルが囁けばいいのか。今日も一日お疲れ様。結局エルが全肯定やる。しめしめみたいな。計画通り。気づくな。効果発動。出てきた。また引いてる、また引いてる。あー、私のターンなのに。もう手札なくって。もう手札なくって。
なくって、手札なくって、ドローするだけなんですけど。やめなさい。ただなんでそんなことするの。手札なくなっちゃったじゃないか。おしまいだ。おしまいだ。ひどいよ。何、壺がなくなっちゃって。こら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 、邪魔すんな。こらせめて手札に戻して。私なんでエクストラデッキに。ああ、ページ退社させられてるメイドたちに。うわ、ガラ空きエンドだ。ひどいよ。お掃除メイドってこと。せめて手札に戻してよ。ひどいよ。それか破壊してよ。破壊したら出せるモンスターいるのに。満身バトルフェイズ。うわぁ、3900。ああ、電子の世界が変な色に。うわぁ、痛い。火災火災落ちてる。ねえ、自我で思い出したけどさ、二次三次にさ、二次三次公式アカウントに自我欲しくない。サムメの字が、次の企画結構面白い気がしてます。今日上がる富士山寺、個人的にお気に入りです。山上カルタちゃんの新衣装良かったなぁ。ちょっとサムメの字が欲しくなってきた。ちょっと二次三次公式に。次の二次三次公式企画を考えてるんだけど、罰ゲームどれがいいかな。わさび寿司、電撃ビリビリ。アンケートして、勝手に。いやー、やってほしい。ちょっとサムメの字が欲しい。豪華なメンツで面白いこと企んでます。さ、それ成功した上力一さんなのよ、その文言は。いや、面白いメンツっていうのも、なんか豪華なメンツっていうのもなんか良くないって言われそうじゃない。なんかじゃあ豪華じゃないメンツがいるってことですかね、自産地ライバーにみたいな。公式がそれを言うのはどうなんですかみたいな。ああ、やっぱり公式の中でもライバーで順位つけちゃってんだみたいな。公式がそれを言うのはちょっと、え、なるねこれで。ちょっと反省。反省。公式くん反省ですこれ、先ほどのツイートで豪華なメンバーと発言しましたが、決してそのようなライバーを順位付けするような意図はなく、えんやで。リプライで、いつも面白いツイート楽しみにしてます。しょんぼりしてて可愛いとか。で、それでなんか鍵引用リツイートとかでなんか茶化すのとかはちょっと違う。ライバー個人の問題ならともかく、なんか企業の代表としてやってるなら怒られてほしい。人力モチーフのテディベア持ってるよ、可愛いよ。三角のパイか、横や下からはみ出やすいから気をつけることだな。うまそう。なんかうまいねそれ。三角のパイでもはみ出ることがあるんだね。人力、そ、これ人力じゃないから、あれ、これ人力じゃないから、ちょっと待って。どれ、人力言いそう笑って、これ違うよ。今の横や下からはみ出やすいから気をつけることだな、あの谷間スカウターさんがスーパーチャットしてくれて言ってんだよ。人力が言ってんじゃないから、これ今人力の話の途中でスーパーチャット投げられたから言うんだけど、びっくり、違うから、ちょっと違う、言わないそんなこと。人力、人力女に興味ないから。エル、もともとコーヒーじゃなくて紅茶派だったんだけど、どっちかっていうとコーヒー飲み始めるようになったのも、あのピクシブで、あんま飯食うシーンが公式で出てない人力がコーヒーは飲むっていう設定をね、かっこ二次創作を、ね、ピクシブで見たからなんだよね、公式じゃないのに。それでタバコに走らなくてよかった。タバコはね、なんか声変わっちゃいそうだなって思った。今のスリよりこっちのスリがいい。アップデする？変える？こっちに。初めて配信で聞いた。はい、以上でオーディションは終了です。でもこれオーディションでやるとあれなんだね。マイクの音質もあってね、似てるって言われるから。でも、なんか自分の声がシリに聞こえるって言われるようになって、なんか普通の配信の声もそう聞こえるっていう人も時々コメントで見るんですよね。なんか片鱗が見えるみたいな。なんかこの低い音域を行ったり来たりしてる時に
なんか、うん、インストールされるみたい。もうだんだん話すことも機械っぽくなっていくかもしれない。はい、こんばんは。はい、こんばんは。チャンネル登録よろしくお願いします。こんばんは。でも今週あったことをテキストで入力してそれを読むだけ。月曜日定期雑談、火曜日イルカツエペックス、夜配信ペルソナ4ゴールデン、誰が見るねんみたいな。時間感覚が違うから4日と言いつつ気づいたら40年くらい経ってさ。みんな戻ってきたよ。あれ、なんか俺ら減った？っていうかなんか俺らを文字打つの遅くない？早くコメントしてよ。ちょっと待ってね。フリック入力できなくなってるかもしれない。おじいになって。もうエル久しぶりに喋れるから楽しみにしてたのに。喋ろうよ。こんにち、エル。今日はね、なんかいろいろあってどんどん話が進んでいくからコメントが追いつかない。そうなんだ、楽しめたみたいでよかった。で、明日の予定なんだけど、明日はね、なんと配信でこのゲームをやります。そうなんだ、自分もまだやってる。じゃあそれでスーパーチャット読ませていただきます。今日もありがとう。だからちゃんとフリック入力の練習しててね。エル休みの間今でも結構追いついてない。エルエル話の流れ早いねんって。待ってあげる。なんか喉が詰まっちゃった今。待ってあげる。タンが絡んじゃった。だから冷静になったら終わりなのだこのゲーム。大丈夫、まだあいつを好き。いや、やっぱさあんたはね、あれよ、右と左にでっけえもん作ったらもうダメ。いつかくっつけばいいなの精神でもいいけど、成功率がね、落ちるってことですよね。つまり自己分析してみました、僕のスイカゲーム。つまりそういうことですよ。分かってるならやりな。あのタイトル詐欺にやっちゃうかな、これ。いや、スイカゲームやるってみんなで約束したもんね。よし、ただいま。おかえり。マジさ、エル分かんなかったからさ、マジ無知で言ったからさ、有明ホールの、売店でね、フランクフルトとポテトフライ売ってたの。で、友達も飯食ってないって言ったから、そう、買ったのよ、フランクフルトとフライドポテト。映画館でもらうケースみたいなのに入れてもらって、イエーイみたいな感じで言ってたら、ごめん、エル、それ会場内で食べれないかもしれないって言われて、えって。で、立ってるスタッフさんに聞いたら、あ、飲食の飲み物はいいんですけど、食べ物がダメで、って言われて。じゃあなんで売ってんだよって思って。運動会って言うしさ、売ってるぐらいだからさ、なんか食べながら見れんのかと思ったらさ、持ってけなくてさ。で、いや、いいよいいよ、先入っときなって言って、友達だけ先に会場に行かせて、エルはね、外でね、一人でフランクフルトとポテトを食べて。悲しかった。いや、だってさ、チュロス売り切れですとかさ言って、チュロスの追加が運ばれてくるぐらいだったら、あ、みんなやっぱ食べながら見るんだって思ってね。買ったらダメって言われて、すごい恥ずかしかった。なんかみんな、お客さんみんな会場に入るさ、端っこでフランクフルトを急いで食べてさ。そう、開演前にみんな食べてたんだって思って。え、ちょっとポテトを食べきれなかったからさ、なんかもうせっかく持ってきたブランドのさ、バッグの中に押し込んでさ、え、もう最悪トリュフの匂いするんだけど、このバッグって思いながら。会場に中に入って。恥ずかしかったわ、もう。そう、教えてよ。なんか、会場内持ち込み禁止ですよ、みたいな。書いてくれたらいいのに、お店も。って思って、恥ずかしいわ、って思って。まあ、それはね、なんか公式サイトに書いてあったらしいんだけど、ちょっとエルちゃんと見てなくてさ。うちわがね、1人1枚とか、ペンライト1人2本までとかね、いろいろ決まりがあって面白かった。でもデートでの店選びは相手がお酒飲むか飲まないかとか、嫌いなもの好きなもののリサーチは必要よな。あ、なになに出た、なになに、初デートはどこがいいか議論やる、やる、やる、いいよいいよいいよ、やろ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 、なに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 、あ、サイゼリアやです。
初デート。なぜならエルは小学生の時にサイゼリアのエスカルゴを見てトラウマになったことがあるから、シンプルに苦手。ガストだったら OK です。サイゼリアさんごめんなさい。サイゼリア嫌ならエルエルはなしだな。何よ、誰と食べるかじゃなくて何を食べるかで選んでるってこと？いいわよ別に、こっちから願い下げよう。サイゼ店長泣いてる。まあでもそれも小学生の時の話だからな、今言ったら違うのかもしれない。慣れていこうね、エルの配信にちょっとずつでいいから慣れていこう。最初はねびっくりするかもしれん、大丈夫、ね、ゆっくり慣れていこう。上からグロータワー取ってから行った方がいいかな。グロータワー取ってから行った方がいいかな。エネルギー貯蔵庫まで渋滞するよ。切り抜き見てるからこういうのには慣れた。予習しとるやつもおる。予習絶対しろとは言わん。でも先生も人間やからな。予習してきた生徒、予習してない生徒、先生にバレンタインくれた生徒、やらない生徒、旅行行った時に先生にお土産くれる生徒、くれない生徒、そりゃ評価変わるでしょ。すぐ何でも捨てるんだから。やっと。声大丈夫？大丈夫？もう500もダウンさせられたから。500しかでしょ。加えやめて。のでお前戻せばいいのか。戻さないで、掃除しないで。ルイスピアノが習いたいの。やめて、お母さん習わせて。ピアノ、ピアノ、ピアノがしたいのルイス。そんなの将来の何の役に立つの。世界に立つよルイスは。世界甘くないわよ世界は。信じて何でも形しようとしないで。塾とかいいんじゃない。お隣の鈴木くんは塾に通い始めたってよ。鈴木くん嫌いだもん。いいの鈴木くん嫌いで。鈴木くん、全国の鈴木くん泣いてます。全国の鈴木くん泣かせちゃった。予定調和がうまくいかなかった時の対処がうずすぎる。むずいよね、とっさに、どうしたらいいの。そんなの習ってない。どうしたらいいちゃむってなっちゃった。おちゃむ、おちゃむ、うちのお宅誰も知らなかった。あれかな、リスナー層の年齢的に JK が多いから。うちはおちゃむ JK に人気だから。え、 JK 多いか。おパンチュウサギの歌歌える人多いよ。いや、おパンチュウサギは知ってんだけど、おちゃむは知らないけど。恐竜さんが泣いてる。昨日さ、ずっとマイメロのラジオ聞いてたんだけどさ、めっちゃね、サムネが面白かった。なんでもっと再生されないんだろうと思った。本家のマイメロがさ、ラジオやっててさ、質問に答えてくれるんだけど、そのサムネイルがさ、元彼のことが忘れられません、どうしたらいいですかとかいうやつなんだ。マイメロそんなことに答えんのって。あとエルが聞いたね、やつは、あの、私は飽き性なのですが、どうやったらなんか飽きずに一つのことをやり遂げられますかみたいな質問が来てた時に、マイメロが飽き性って何かしら。マイメロ、秋は好きよ。秋はね、いろんな食べ物が実っててとっても楽しいのとか言ってて、結局飽き性をどうしたら直せますかっていうことに答えてなくて面白かった。倒すぞ。マイメロ節発動してた。じゃあ元彼のことが忘れられませんとかも。元彼って何のことかしら。マイメロ、カレーは好きよ。お母さんがね、いつもリンゴを隠し味にして美味しいカレーを作ってくれるの。マイメロのラジオはためになる。エルにも使えたらな。最近エレンのこと好きすぎて、聞くことで笑い方面白いなとか思ったのに、
自分もそうなるときはたまにある。それがきっかけで いじられたりしなきゃいいけど、エルはされたからね。昔学生時代にあなたの周りの子たちが優しいことを願うの。私と同じ運命をたどらないよ。これはお守り。もしあなたがピンチになったら、このお守りがあなたのことを守ってくれるでしょう。俺の笑い方いじるなよ。あいつらに言ってやったぞ。これもエルエルのお守りのおかげだ。エルエル、あのお守りやっぱり効いたよ。ありがとう。お守り？ああ、あれのこと？それ開けてみなさい。え、あ、開けていいの？何も入ってない。そうよ。そのピンチをあなた自身の力で切り抜けたということ。私は何もしていないわ。そうだったのか。もうあなたは一人前に、私の力なんて必要ない。待って、エルエル、行かないで。そうしてエルエルはまた勇気のない少年少女のもとへと。言いたいことは言わないもの。うん、でもそんなのバカみたいじゃないって。誰がバカよ、言ってみなさい。言ってない、言ってない。エル、お願いだーり歌うのに向いてないかも。歌いながら突っ込んじゃうから。いつも思わせぶりな感じで。誰が思わせぶりだって。その態度取りましたか、エルが。言ってみなさい。いつ誰があんたの心をもてあそんだって。勝手にもてあそばれた気になってんじゃないわよ。言ってみなさい。察してほしい感じ。誰が察してなんて頼んだわよ。言ってみなさい。歌ってる途中でそうなっちゃうからね。歌えない、お願いだーり。向いてないかも、エル。優しい。エルも結婚式行きたい。そう、ザラメのジャリジャリ感。それそれそれ、そう言いたかった。行きたい、行きたい、エルも。わがまま言わないの。エルエル、司会業で派遣取れるぞ。え、でも司会業になりたいと思ってた時期あったよ。結婚式の、あのサービススタッフのバイトしてる時にそれを思ってた。ファーストバイトのお時間です。結婚式したいじゃなくて行きたいなの。行きたい。結婚式したいってのはもう大変じゃん。だってもうなんかもう、写真撮るだけでいいや。なんか礼儀とかしたくない。礼儀とかやだ。え、じゃじゃ馬だからさ、あのご飯食べてドレスまでとはいかない、なんか綺麗なワンピース着てみたいな。お金もかかるし。さくらんぼを救え。ああ、いちごが救えない。お前のせいだ。ポンってすな、ポンって。はしゃがない。若垂れし道、二つの思い、秋祭り。むむ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 。終わり。ということで、今日も見に来てくれてありがとうございました。23時のエリでした。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お忍び、お忍び。そうだ、俺らに足並みを合わせるって話だ。じゃあ俺らもエルに足並みを合わせることが楽しいんだ。あー、今日も俺らエルエルに振り回されてばっかりだよって言うのが気持ちいいんだ。ありがとう。じゃあもうやめられないね。よかった、利害一致してたんだ、エルたちって。よかった、楽しい。楽しいね、楽しいね。みんなコラスだよ、みんな楽しいね。ありがとう。なんかエリエル人間界に染まっちゃったな、悲しいよ。どこら辺が？マック食べるところとか？そんなことないけどな。エルがエルフしてるところが見たいんだったら森においで。いっぱい見せてあげるから。来るな、こっちへ来ちゃダメだ。うるさいわね。あー、ごめんなさい、ちょっとペットがうるさくてね。エルがエルフしてるところが見たかったんでしょ。どうぞこちらへ。お前なんでここに来た。ああ、そうか、お前も行ってしまったんだな。そうだ、ここにいる俺たちはエルエルって本当にエルフなの？とか、最近どんなエルフ活動してるの？とつい口をこぼしてしまった者たちだ。お前も行ってしまったんだな。よかったじゃないか、
もうすぐその望みは叶うぞ。そう、最近コメントにないと思ったらそうだよ。楽しみすぎる。これ買ったら本当に救われる。てか待って、エルちゃんトレント入りしてんだけど。やばい、みんなありがとう、つぶやいてくれて。やばいやばい、ありがとね、エルちゃんトレンド入り。やっぱこうやってね、なんか2回目なんだけど、あの朝マックの配信、やっぱこうしてね2回目をできたのも、やっぱ普段見てくれてるみんなのおかげだと思ってるから、あの配信で出会ったね、あのリスナーさんとの縁をね大切にしてね、これからもね配信していこうかなって思います。やばい、マジでありがとう。エルちゃんのトレンド入りすごいな。エルエルとかじゃなくて、彼氏大変そうっすね。いやー本当に。え、待って、今ねシフトしようと思ったんだけど、そうなの、いつも迷惑かけてて、おいおいっていう流れにシフトしようと思ったんだけど、エルはね最近 SNS で見たあれを思い出した。UFO キャッチャーで4000円使ったのに取れなくて泣いてる子。エルはシンプルに可愛いと思ったんだけど。え、だってさ、エルがさ泣いてたらさ絶対みんなさよしよしってするでしょ、絶対。それがさ自分に関係ない女の子だったから、あんま泣きすぎとかさ言えるのであって、それが自分の推しとか自分の好きな子だったらもう絶対可愛いって思うんだって。もう思い出したわ、今日見た夢。トラック広告が流れてて、トラックにさ広告が載ってるやつ、あれで街中を雪城まひろが好きなコナンのカップリングはホニャララとキールのカップリングっていう広告のトラックが走ってる夢見たわ今日。そういえば思い出しました。どんな夢だよって。ちなみにベルモットとキール、ホニャララは隠れてて、なんか続きが知りたかったらなんか YouTube でみたいな感じで、しかもマヒマヒが自分で出してるんじゃなくて勝手に出されてた。マヒマヒどうだったかな、ベルキル好きだったっけ。好きではあったけどそんなに採用してはなかった。こんにちは。あ、はじめましてなのだ。でも、マリザくん、マリザくんは僕にすごく優しくしてくれるのだ。もしかして僕だけなのだ。ズンダちゃん、ホストクラブは趣味程度に留めておきなさいってあれほど言ったでしょ。っていう動画をね、よく見てる最近。だって僕が困った時、マリザ君は助けてくれたのだ。今度は僕が助ける番なのだ。ズンダちゃん、自分の体は大事にしないとダメだよ。体を大事に、そんなことわかっているのだ。変なことはしないから安心してほしいのだ。で、はい。アフリマ君召喚。効果が闇属性モンスターリリースするとデッキから守備2000以上の闇属性モンスター手札に加えることができる。なるほど。でディストピア中なんで相手リリースできるっすね。帰っていただきたいけどな。でもいや多分これデディ選択しちゃうとブブってなるって。ああ、いや、いや、ちょっと待って、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。いや、選んで持ち主の手札に戻すからレディ戻せるけど。いや、俺のおすすめはあんま戻さない方がいいから。なんでかっていうと、これレディは、はい、あれ、結構好き勝手出てきちゃうんですよ。多分アフリマ戻さないとアフリマの相手リリースしてサーチの効果でまた多分サーチもできちゃうから。と、まあそうさせてもらおうかしら。でもこれバカ空いてねえから出せないの悪か。え？出なくないですか？バー空いてないから。あ、マルミの効果で。そうだ。最悪。終わりだ。終わった。恥ずかしめを受けたわ。サリ。部屋の乱れは心の乱れってうちのおばあちゃん言ってたよ。だから綺麗に掃除しないと。掃除めんどいよな。適当にやって早く終わらせようぜ。なるほど、掃除くんね。多分掃除くんがこんなになっちゃったのには理由があるんだ。多分いじられたんだろうな、いろんな人に。掃除くんだから掃除ちゃんと頑張ろうねって先生に言われたり友達にいじられたりしてたんだろうな。だから掃除のこと嫌いになっちゃったんだ。先生がさ、皆さん今からは掃除の時間ですって言うたびにさ、
ソウジ君の方さ、チラって見てさ、みんなでクスクス笑ってたんだ。そりゃ嫌いにもなるよね。仕方がない。周りの環境が悪いよ、それは。こういう人も引くんだ。UFO キャッチャー見守る野じ馬みたいな。1年ぶりに見に来ました。顔可愛くなったんですか？若返りました。髪型はちょっと今日違う、いつもと。1年ぶりってなんかすごい。何よ、今更会いに来て。どういうつもり？いや、元気にしてるかなって。そう、私なら元気だから。心配ごめん。そう。気まずいな。最近何してんの？最近？ああ、配信頑張ってんの。まあ、それなりに。そっか。俺はさ、まあ、結構順調っていうか、まあ、寂しくはあったよ、なんか。1年くらい結構離れてはいたんだけど、エルエルのことを見てた1年よりかはやっぱり、刺激がないっていう。そんなに無理して話すならさ、別に話さなくてもいい。別に無理してないでしょ。普通に喋ってるじゃん。そんな風に一言一言言葉を紡ぐように話される。気まずいんだ。そういうとこだよな。何にもさ、こっちはさ、言ってないのにさ、勝手になんかさ、切れてるっていう。扱いづらいんだよね。でね、なんか穏やかな気持ちでやれてる。お前がそうなの？ちょっと今イラッときた。実況していくスタイル、自分の感情を。なんか自分が思ってた通りにならないかもしれない。頼んでないよね、お母さんみたいな。誰がそんなこと頼んだみたいな。例えばそのガキンチョとかがね、お母さんお母さんお母さんに喜んでほしくて僕一人でホットケーキ作ったんだとか言って、誰がそんなこと頼んだの。勝手に火使ったら危ないでしょ。火事でも起こしたらどうするの。でも僕お母さんに喜んでほしくてっていう感じ。わかるかな。わからぬならわかるまで言い聞かせるよ、おととです。コマ入りです。チビの声真似がすごい好きなのでお願いします。もうしょうがないな、今日は機嫌がいいからやってあげる。なんて話そっかな。こんばんエルエル、二次三次所属バーチャル YouTuber エルフのエルです。好きな食べ物は甘いもの。スターバックスコーヒーの好きなカスタムはクリーム抜きアーモンドミルクに変更です。時々プラスチックストローに変更します。はい、よろしくお願いします。今のお姉たん、お姉ちゃん慰めに行く。なんでこっち見てる？お姉ちゃん、お姉ぞいちゃんだ。お姉ちゃん優しい。わかった。僕お姉ぞいちゃんだ。お姉ちゃん、僕お姉ぞいちゃんだもんだ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、ごめんなさい。もうやらないから許して。アンモニア中がずる。持ってきたよ。いや来てない。ママお姉ちゃんしちゃった。ママお母さんお姉ちゃんしちゃった。うるさいわね。話聞いてないで。お母さん、お姉ちゃん、チンチラ。コラショの片思いボイス。ねえ、今どこ見てたの？あの子のこと見てたの？片思いか、これ。片思いされすぎて、なんかメンヘラボイスみたいな。そっか、君はああいう子がタイプなんだね。覚えておくよ。おかえり。久しぶりに来たらエルさん可愛くなりすぎててくさ。君がいない間に垢抜けちゃった。久しぶりに会った元カノがなんか垢抜けてるみたい。あー、エルエル髪染めたんだ。うん、似合ってるでしょ。
たまには新しい髪色もいいかなって。ああ、そっか、まあ似合ってるよ。ありがとう。最近どう？最近楽しいよ。まあ結構自分のやりたいことやれてるって感じ。そっちはどう？ああ、まあこっちもまあ順調だよ。そっか、よかった。さあ、言われたって最近ため息ついちゃ、ため息つくっていう人見ると吸ってあげたくなる。寿命吸われそう。エルがそんな優しさのためだけに吸うわけないよね、あなたのため。寿命吸っていいからよろしく。いいんだ。なんか吸いながら後悔しそう。ごめん、レル、やっぱやめて。あんたが吸ってほしいって言ったんでしょう。やっぱり取り消す。あのことは取り消すから。もう取り消せないわよ。だってあなたの寿命もう残り3年半よ。あなたのことは特別お気に入りだから、他の人よりもちょっと長く残しておいてあげたわ。せいぜい残りの3年半楽しみなさい。そう言ってエルは俺の前から姿を消した。そして3年半の間、エルは俺の前に二度と姿を現すことなかった。てね。いいな、エレラそういうの好きそう。うん、好き。エルの寿命を吸ってくれたセクシーお姉さんのことを後悔させるくらいいい女になって、エルが死ぬ時に泣かせたい。初見です、 XL さんだ。あー、そうですね。まあやっぱりどのサイズ買うかなってなった時に、やっぱり結構大きめのサイズにしてね。あのオーバーサイズなんて言葉もありますから、そのね、華奢な女の子とかがね、なんかブカブカのパーカーとか着てたら可愛いじゃないですか。だからね、あえてそのぴったりなサイズっていうよりは XL サイズを買うっていう。いやいや、それサイズの話ですやん。いや、 LL です。自分 LL です。 XL ちゃいますんで、 L かもしくは LL サイズでお願いしますよ。まあサイズにしてもね、X 来ちゃったらちょっと別物になっちゃいますんで、本当に頼みますよ、本当にね。とか言ってね、 M さんでしょとか S さんでしょ、違う違う違う、サディスティックでもね、マゾスティックでもないですからね。うん、L ですので、はい、よろしくお願いします。はぁ、あ、くちゃね、過ごす夢見た。起きた時ベシベシになりた。え、疲れる疲れる。それ L も昨日さ、めっちゃ大喧嘩する夢見てさ、森の動物たちとめっちゃ喧嘩してた。叫びながらさ、喧嘩することマジでないのにさ。なんかそんなこと言ったらさ、私が悪いみたいじゃん。私がって言ってた。私を悪者にしたいわけ。めっちゃね、なんか私も悪夢見ない日ないから慣れてきた。わかる、怖いもん。起きた時ずっと疲れが来ちゃうからな。なんかね、外でね、怒り合ってた。なんか私が悪いの、信号待ちの時。でもすっげー心が痛かった。いやー、 L が悪いって分かってんだけどな。なんか L に親はいないはずなのに、なんか親不孝者みたいな気持ちになってさ、心が苦しかった。そんなスタイルが悪いのにさ、しんどかった。テリアサーガだけは入れてくれ。絶対に。初めての案件配信でゲーム音声が入らずパニックになった。尻声を出してるって分からせないと飛びないと思う。じゃあもう最後の方に、これからも二次三次所属 VTuber の L をよろしくお願いしますとか言ったらいいのかな。怖っ。急に時間を持つ。それを聞いてもなお最近の尻はすごいなって思われるかもしれない。こんな高い声まで出せるんだ。これで食っていこう。これか。太りそう、ね、あいにく太りにくい体質っていうのでね、これまでのエルフ生反感を買ってきた人生だったからね。あ、せっかくエルフ生って言い直したの。ここ数年でマジでね、変わらないんだよね、体重が。多分食ったら食っただけ消化してなくなるから。エレルがぽっちゃりでも俺は OK だよ。ありがとう。年取ると変わるぞ。まあそれは年取ったら考えよ。今は食いたいもの食えるなら年取ってから考えよ。エレルのトークカロリーだから、なるほど、そこで消費してるのかもしれない。消えちゃえって言ったら消えちゃうのよ。いいんじゃない。なんでパイナップルが苦しそうなんだ。お前苦しいのか。無理やり果物を敷き詰められて苦しい思いをしていますなのか。それはごめんやで。あら、上手。これ押し込み療法と言います。言いません。いちごてめえ。あれ、待ってくれ。そう、こばんキャロ、こう考え、
ない。慎重に慎重に、こっちとつながったらこうなるかな、こっちかなこっちかなって、一個ずつ一個ずつ丁寧に積み重ねてきたのに全部なくなる。金元さん、金元さん、家の掃除をしてから1ヶ月経ったことに気づきましたが、全然やる気が出ません。何かお叱りの言葉をください。1ヶ月前にお掃除したなら偉くない？いいよ、まだしなくて。しないと誰かに怒られるの？ってわけじゃないんでしょ。じゃあいいじゃん、掃除なんてしたっていいことないよ。寝ちゃう寝ちゃう。一旦こっちか、一旦こっちかとか言って、でも先にやりたいのこっちだもんね。鳥間に先に行くな。ねえ、もう隣来てよ、もう。ねえ、隣来て教えてよ。手取り足取りさ。できたら慣れてよ。なんで俺がそっちにいんの？ねえ、よすよすってさ。でもなんか、ちゃんと見てた？今。ねえ、ちゃんと見てた？ねえ、何したあんた。ねえ、ちゃんと見てた？なんだって？もう、墓地から。除外するカード？もう何したの今もう。出てきて何したもう。ダメねもう。こんなこと言ってるから。あら、初めて見る顔ですね。あ、キリッ、気をつけ。こんにちは、月のミトです。あら、初めて見る。こんなに急に始まる。結構序盤から出てくるんだ。なんか、うん？この世界は？とか言って、シルエットの俺が出てくるとかじゃないんだ。エルのこと初めて記憶を失っている。ミトちゃん、エルだよ。ミトミトちゃん、これから何か一緒に仲良くなるって言ったじゃん。ミトミトちゃん。なるほど、つい先ほどこの島にいらっしゃったんですね。ずっと真ん中置いてた方がいいスコアですよ。出ません、出ません。でたらめ言うんじゃないよ。出ません、出ませんでした。この前それやってエルちゃんは賢いからこの程度わかってるもんね。うん、わかってる。あ、でも、もうコラッシュが出てくる最近もう。わかってる。ちょっと取り除いてくれん、エルの体からコラッシュを。もうね、出てってくれエルの体から一旦。乗っ取ろうとしてる。エルフの茶美味しいのかな。緑のはずなんだけどな、エルの茶。最悪。配信より多いね。そう、配信より多いねって。もうそれ何をカウントとしてるんだよそれ。一日の何回行動の回数ってこと？もうバグってるよ。一日一回あったらね、普通っていうか、まあ普通が何なのかも分かんない。普通って何？そっか、みんなはエルを普通にしたいんだ。そっかそっか。で、普通になって無個性になって、二次三次にいらないって言われちゃえばいいんだ。もういくつ寝るとクリスマスだよな。別にクリスマスに何もなくない？あ、俺らは分かんないか。俺らにクリスマス何もないって決めつけちゃった。まあ、ある人もいるか。二次フェスはクリスマスじゃないからね。クリスマスとしての予定があるかっていう話だけど、ないよね。クリスマスはね、イベントスタッフとかの給料の羽振りがいいからね。エルは好きだ。ててんててて。昨日さ、ゲーセンの前通りかかったらさ、なんかうわーってなんか叫び声が聞こえるさ。え、何って思ったら、え、待って、やばい、おパンチ取れた、おパンチ取れたって言って、なんかゲーセンでおパンチウサギっていうキャラクターのぬいぐるみが取れただけでマジでめちゃくちゃはしゃいでる、なんか若者2人がいてさ、なんか元気じゃのーって思った。しかもおパンチュって呼ぶんだね。でおパンチ取れたってずっと言ってて、なんかちょっと別の意味に聞こえないこともないけど、なんか若いのーって思って可愛かった。なんかさずみ社長から自宅パーティー誘われたら行く。なんか消されそう。なんか漫画の見すぎかな。やあエル君、久しぶりだね。今日は2時3時10周年記念パーティーへようこそ。いやあ、この時期はどこもパーティー会場が混み合っていてね、僕の家くらいしか準備できる場所がなかったんだが、ここでも満足していただけると思うんだ。さあ、立ち話もなんだし祝杯と行こうか。飲んじゃダメだよそのシャンパン。カズミ社長ってそんなにダンディーな声。
違います。エレル悪役で最後にいい人になるやつに、え、なりたい、それに、それになりたい。だから今エルは目いっぱい悪役を演じる、普段の配信の中で。あなたたちまた来たの？懲りずに今日もやってくるなんて愚かな者たち。私の配信なんて見ても何にも楽しくないわよ、時間の無駄に。エル、なんでかしらね。あんたには長生きしてほしいって思っちゃったわよ。最初はただあんたたち人間をからかうために始めたこの活動も、今となっては私の生きる糧になってた。え、こうでしょ。エリさん、この現状変えたいと思わないんですか。あ、こんにちは、イグスさん。でもなんかマジでめっちゃコメントしてくれるのは嬉しいんですけど、さっきリスナーさんと話したばっかりで、マジで場を乱すようなコメントやめようっていう話を結構したばっかりで、あ、別に俺はいいんですけど、見てくれてる人が不快になるコメントだとちょっとなんか良くないかなって。マジで自分は本当にいいんですけど、その一人のコメントが場を乱すじゃないですけど、良くないかなって。いや、めっちゃコメントしてくれること自体が嬉しいんですけど、なんか今じゃないな、今じゃない。エレリって体の中に何人飼ってるの？エルの体内に捉えた人格は数知れず、数えたこともない。捕食してるんだ。そう、体内に閉じ込めてる。だからね、この前コメントでね、なんか昔のアーカイブには昔の俺らがいて、なんか懐かしい気分になったって言ってる人がいたって言ってた、なんかコメントで。その時ちょっと焦った、まずい、バレるって思って、まあその時のね配信ではなんとかスルーできたので、これ以上追求されるとまずいんだ。はい、笑うエルさんが好きです。ありがとう。じゃあエルはみんなの前でずっと笑ってればいいんだ。悲しい時もえんえんって泣いたら、ああいつもの笑ってるエレルが好きなのになって言われちゃうんだ。そうしているから感情がなくなって、エレルってもしかしてロボットなのって言われてバカにされちゃえばいいんだ。そしていろんなリスナーさんから VTuber のいいところって感情がそのまま配信に投影されるところが好きだったのになって言われて、ファンが誰もいなくなって、みんなこんばんエレルって、同説ゼロ人の中喋ってればいいんだ。ずっと何言ってもダメな日だよ。いや別にダメとは言ってないじゃん。ありがとうって言ったよね今。笑ってるエレルが好きだよって言った時にありがとうって言ったじゃん。ダメとかではなくない？ねえ。今日お仕事とか学校お休みな感じですか？二人別に利用とかいうわけじゃないんです。あ、漫画さんマスターなんだ、すごい。なんか前のシーズン結構マスター行きやすかったですよね。あ、もうあそこガチャやってます。あ、ナイスジャンプです。ナイスジャンプです。聞こえてないみたい、返事してくれないの。姉ちゃん、ここにも外に行ったのかな。姉ちゃんの靴がない。まさか男、こんな時間にどこ行ったんだ。そういえば姉ちゃん最近スマホ見る時間増えたよな。毎秒鳴ってるあの通知音、やりの通知じゃねえだろうな。雨もとっても強いのに、なんでこんな時探さなきゃ。走る。あ、姉ちゃん、お便り見てます。お便りじゃない、エントリーシート。初めてライブ見るけど普通の子なんや。寸劇番号335。あ、これだわ。あなたは私のことを普通って言ってくれるのね。ありがとう。みんなは私のことを見て変わり者だとか化け物だとか、昨日の公式番組ではモンスターなんて書かれる始末。でもあなたのそのコメントで私は普通なんだって思うことができた。ありがとう。エレルの口から〇〇くんはお兄ちゃんみたいな存在でって言われたら脳焼かれるかも。同期に対してどう思ってるか。チェブハジくんとかはエルにとってお兄ちゃんみたいな存
存在で何言っても許してくれるみたいな。いつもお土産買ってきてくれるし、なんか柴橋くんもエルのこといじってくるし、だから多分柴橋くんもエルのこと恋人とかとして見てるんじゃなくて、多分妹なんだと思ってるんだと思います。まあ確かに年齢は神様の分柴橋くんの方が上ですけど、あんまり妹扱いしないでほしいんですよね。でね、やったぜ、お掃除された、盤面全部で。ママやめて、私の部屋片付けないで。綺麗になったね。やめてママ、人の部屋入ってこないでママやだママ。ゴミ増やそうとしたら壺で、うん、もう片付けされた。ゴミって言わないで泣きながらゴミをガラクタママに隠れながら出そうとしたら、壺からゴミ出すの許されなかった。今のギスギス老婆について思うところはある。え、エルは老婆がどんなになんか誰かに違うだろうとか嫌われてたりしても、エルだけは老婆の味方だから、エルが保護してあげたい。で、依存させたい。ほら、レジェンドのみんなのことを仲間だとか思ってたと思うけど、結局ほら、老婆が自分のために動いたらみんな手のひら返してきたじゃん。でもエルは老婆がどんな選択をしても老婆がずっと正しいって言い続けるよって言って森に誘い込む。強依存。そういうことはレジェンドになってから言ってください。そんなのさ、俺らがさ、エルにさ、エレルのこと本当に好きです、いつかエレルに似合う自分になれるように頑張ってますって言った人に対してさ、そんなの VTuber になってから言ってくださいっていうようなもんだぞ。いいだろ別に、ファンカが老婆と付き合ったって言っても。囚われてるんじゃないかって。スイカになりかけも、俺自身がスイカになるんだ。俺自身がスイカになって、あの箱の中に入ってダブルスイカを達成して二人スイカもろとも消えるんだって言いそうだもん。はやまちゃん言わないか。ダメだはやまちゃん、スイカは二つ並んだら消えてしまう。それでもはやまは、そうして箱の中に飛び込んだ自称スイカのはやまちゃんは、箱の中にあったスイカとともに消えてしまうのでした。練習してました。みさとさん、みさとさんは練習してない、うん、発進。ミサトは練習してない。もうね、これ雰囲気、雰囲気。なんかこの前ボイス収録して提出したら、エルさんこれ雰囲気って読んでますけど実際には雰囲気ですよって言われて、ちょっとなんか意地になって、いえこのままで大丈夫ですって言っちゃった。あえてそう読んでるんですみたいなね、うん、意地になっちゃった。ごめんねみんな、いつかねエルが雰囲気、雰囲気って言ってるボイス流れちゃう、ごめんなさい。まあでもさ、公用語としてはいいでしょ。まあ違和感はなかったからさ、意地になっちゃった、ごめんなさい。何やってんだよ。本当に怒ってる人いたらごめんなさい。エル、エルの波の勢い、あたし波、航海士の波。あーこれダメだ、三井さんだこれ。私、航海士の波、出航。これが海津よ。ルフィ、ルフィに乗りなさい。彼氏、彼女、弟、妹。明日、四時起きなのでエレールの声、子守歌代わりにして寝させてもらいます。おやすみなさい。おやすみなさい。寝かせる気ない。それじゃあ、次のトークテーマに移りましょう。さてと、次のトークテーマは、元気な声で偉い。今日も元気に走ってきていない。最近はなんかロングスカートとかズボンとかばっかりだから、今はまだオープニングトークの時間ですか。さっさとエーペックスしろってか。おい、さっさとエーペックスしてるとか無茶しますよ。僕だよ、だったら運動する前でしょ。もう僕が運動してるところだけが見たいです。運動する、はい、最近お得意の日数。お得意やめて。こんにちは、ありがとう。こんにちは。エレル、夜景綺麗だね。あただの空じゃん。こんなの見て何が面白いんだろう。人間たちはこういうのに、うんそうだねって言わないと
彼氏とか彼女とかできないのかな。うん、綺麗でしょ。エレルにこの景色を見せたかったんだ。ここ自分のお気に入りの場所なんだよね。秘密の場所だから誰にも教えちゃダメだよ。空に誰のものとかないのに。うん、わかった、教えてくれてありがとう。こういうのに特別感を見出すのが恋人ってことなのかな。授業中に見に来てます。声聞けないのがとても悲しい。こら！くぅ、オレルが授業聞きなさいって言っても聞こえないからいいだろってやつ。まったく、ちゃんと伝えてあげなきゃ。授業聞きなさい。向こうにダッシュタワーが現れたわ。了解。あそこに敵がいる。素敵なアイデアね。えっぺ、真面目にやりなさい。また同じ過ちを繰り返すのか、お前。まあでも向こうまで動けるかな。動けるところまで頑張りなさい、あなた。ちょっとこれは申し訳ない。ガラキオ、どうしてくれんの。いやもう申し訳ない。これはこうしないと負けちゃうんだよ。敵から哀れみの言葉を浴びるなんて。逆にそれがこんな屈辱ね。失礼に与えたか。この大差に決まってるでしょ。さすがになんもないんじゃないですか。じゃあもう終わらせましょう、この長い戦いを。よかったな、ミスったところがありましたね。ミス、この人間不正か。なあ妹、一緒にエイペックスやろうよ。まあカジュアルくらいならいいけど。じゃあ俺はレイスと。待ってお兄ちゃん、レイスは私が使うから。そうか。じゃあ俺は何にしようかな。お兄ちゃんはブラハにしてよ。索敵くらいならお兄ちゃんにでもできるでしょ。なんだこいつ、たかがカジュアルでひきりやがって。あ、でも全然ブラッドハウンドっていうキャラクターも索敵だけじゃなくて結構使いどころが難しいキャラクターだから、初心者向けとも一概には言えないし。うるせえ、黙れよ。ごめんなさい。ついにキャラクターとも喧嘩するようになっちゃった。あんなにレジェンドのこと好きだったのにな。お兄ちゃん、ブラハは悪くないよ。ブラハに当たらないで、かわいそうだから。ジェネリックフリーレン。ただの空じゃない。ヒンメルはいちいち自然の景色に感動するの。そうだよフリーレン、これが空だ。美しいだろ、この素晴らしい自然を。俺たちは守っていかなきゃいけないんだ。ああいつか気づくんだフリーレンは。そうやってフリーレンがあの時ただの空だと思った景色がどれだけ素晴らしかったか。信じて食ってみようかな。中菊さん、気づってくれてありがとうだい。あーそっか、みんなそうやってエルが卑屈になること期待してるんだ。ヒスってばっかで初見の人たちから怖がられて全部うちわ乗りみたいになっちゃえばいいんだ。そうしてだんだん既存のファンの人も減っていってエルのコンテンツそのものが廃れてっちゃえばいいんだ。喉の調子はいかがですか。そう、なんか魚の骨が突っかかったみたいなって言ってたけどね、なんかね、なくなった。喋ってたら喉の通りが良くなったのか。やっぱり配信は健康にいいの。ああもうね、スイミングとかね、ジムとかより今は配信の時代ですから。そう語るのは二次三次所属の VTuber エルさん。私も配信を始めてね、もう50年は経つんですけどね、配信をするとね本当に元気が出る。家からできますし、来てくださる方々ともお話ができるでしょ。配信をしていれば元気に生活ができる。そんなエルさんが今日配信するのはエイペックスレジェンズ。ラー今日もエルさんは楽しそうに配信をされています。電車元年ってね、セロハンテープ貼ったら痒くなるっていうね。なんか何にも考えずにコメント読んでたけど、別にこれいらなくね、この順番。暫定1位だ、これ読む意味なかったコメントランキング。エビエルの配信に読む意味なかったコメントランキングなんて存在するんですか。それだ
ったらもう二度とコメントしません。会社ですらランキング付けされてるっていうのに、売上成績とかで、エレールの癒しであるエレールの配信ですらランキング付けされなきゃいけないんですか。じゃあもう二度とコメントしません。さようなら。さようなら。気をつけるんだよ。お前区内持ってるよ。お前、お前区内持ってねえの。俺区内持ってるよ。お前区内持ってねえの。俺区内持ってるよ。漫画は漫画はナイフ持ってんの。ナイフ、え、持ってないの。持ってないの。え、俺持ってるよ。漫画のスパルジ面白くない。なんで今日そんななんかネタにフロードしてるの。コメントでとできる。邪魔だ。だがてめえは邪魔だ。いや、ここに収まってくれ。サイセリスト、1時間半のおビンタ、逮捕お疲れ様でございました。ありがとう。あーちゃん、素敵なビンタ配信ありがとうございました。ありがとう。こちらこそ、見ていただいてありがとう。マゴム、私もおビンタもらってもよろしくて。おビンタもらってもよろしくて、簡単に言いますけれどね、私だって手のひらが痛いのよ。図が高いわ。図が高み、聞くお。あー、エロお嬢様、この君にもおビンタしてくださいまし。おビンタされることに何の恥じらいも持っていない。あの下民ども、気ぬらしい。びっくりしすぎ。あの走り方はホライゾンと見た。カタリストかな。予想するのが楽しいね。だってボイスでさ言うじゃん。エルだって何々ボイスって販売するときに、ねえねえ、エルが作ったバレンタインデーチョコレート開けてみてよ。うん、今食べて。よかった。そう言ってもらえてエルも作った甲斐があったよ。何これ、無料ボイスですか。そうです、サンプルボイスです。ちょっとコラショ感があった。ねえねえ、僕の作ったバレンタインデーチョコレート食べてくれた。うん、美味しいよこれ。ありがとうコラショ。それはよかった。2つ目も食べてよ。うん、2つ目も。ってあれ、あ、なんだか視界がぼやけて。どうやら聞いてきたみたいだね。でね、よし。暑くて脱いじゃうの、飲み屋感ある。あ、暑くなってきちゃった。一枚脱いでもいいですか。やばい、あと一気に飲みすぎちゃったかも。やばい。え、特殊召喚。特殊召喚。あ、どうしました。いいでしょう。なんかありました。いえ、何も。私は何もミスなんてしてない。してないわ。ちょっとあんたたち、見えてないけど、会ってコメントやめなさい。エレルの声、本当に心地。これにはココチさんもにっこり。わかった、ネメシスを作るわ、エルは。将来、それでネメシスに困ってる人たちを笑顔でいっぱいにするんだ。あら、素敵な夢。お母さんもその夢を応援するわ。ありがとう、お母さん。レプリケーターねえわ。夢叶わず、母はこの世を去り、僕の周りには誰もいなくなった。僕は一体これからどうすれば。